もうイヤホンをもうぐちゃぐちゃにしとるわもうもう今もうはあって言いながら本番迎えたじゃないかもうめちゃくちゃ絡まってますねヘビみたいになってます皆様おはようございます天才横山でございますおはようございます淵上咲ですいやあのイヤホンはもうこんがらがって、はい、もうどちらかってますけど淵上さんは今日シュッとシュッとされてますよ、ま、ありがとうございます、ま、あの目は腫れていらっしゃいますけどうるさいな本当にでまああのほら、はい、冬場にちょっと色鮮やかな洋服を着られる方がいるじゃないですか、はい、そうするとこっちまで明るくなるので、はい、いいですよね ありがとうございます、はい、あのちょっと前に髪を切りまして、うん、ほいほいであの今自分ではショートになったと思ってるんですけど、はい、いつもショートをふわふわさせてたんです、はいはいはい、ちょっと巻いてふわっとさせてたんですけど今日は巻かずに、はい、シュッとシュッとしてるなんかシンプルにまとめてるんです、はいはい、大人っぽくそうだね、あとそのセーターも、はい、なんかわかんないけどその目に鮮やかだし、はい、ブルーのセーターでなんかシュッとしてますよありがとうございます、はい、あとちょっと口紅をですね、はい、いつも御前様の時、うん、絶対に塗らないんです、はいはい、けど今日はちょっと塗ってみましたいやあのあれなんですよね最近ほら口紅って、はい、コロナになったから、うん、女の人みんなしないんですよねそうなんですだけどやっぱそのコロナの間にみんないろんな技術開発とかをして、はい、で絶対マスクをつけても落ちないっていう口紅が今いっぱいいろんなメーカーから出ててその中でもやっぱ売れ筋っていうのがあって、はい、残り1個みたいなのをやった買えたみたいなことがあるんですよねそうなんですよショコラジで先週話した内容あそうだったそれラジオで聞いたネタだったあらここで聞いてくださってる方が俺ラジオばっかり聞いてるからありがたいですねラジオというと、はい、週末に、うん、TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデーおで毎年チンプレーコープレーって言ってね、はい、まあ基本的にはコープレーほとんどなしっていうもう面白かった放送みたいなそうです、ね、まあ放送でちょっぴりいろいろなことがありましたよみたいなことがわーっと全国の放送局からエントリーされたり、はい、あとはタレコミがあってみたいなのがあるんですけど、うん、うちもどうやらタレコミがみたいですねあったみたいで、はい、聞かせていただきましたけど、ね、聞きましたよ、はい、ラジオネーム秀才中本さんからはいはい、おとといTBS ラジオの爆笑問題日曜サンデーのチンプレーコープレー大賞を聞きました、はい、我らが御前様様も今回エントリーされていて川村さんと音藤さんのチンプレーが紹介されていて川村さんの六本木純造や音藤さんの伝わらない天気予報はとっても面白かったです、はい、さらに太田さんも喜んでいましたね、うん、来年も御前様様でどんな名場面が生まれるのかいろいろと注目していますそうだね、うん川村がね、はい荻野目洋子の六本木純情派を紹介するときに、はい、それでは聞いてください六本木純蔵って言ってどうなった荻野目洋子で六本木純蔵っていうコラボしてるのか言ってどっちが歌ってるか分かんなくなってきてめちゃくちゃ面白いあれなんか一番シンプルで面白いよねそうですね、うん、もうよくあるんですよねなんか今違えちゃうってカメラさん少ないかもしれないけど私よくあるから分かるって思いながらあとは音藤がね、はい、そうです天気予報を伝えたいけどその耳に、うん、イヤホンに自分の声がちょっと遅れて、はい、うん帰ってくるもんだから全然喋れなくなっていきなり音藤さんってなおはらたらすみたいななんかもうドイツ語みたいなおはらたらすみたいなで出てきてそっからもう延々グダグダになっていくみたいな音藤の天気予報いや面白かったな面白かったねゴリゴサーティンさんからも、はいはい日曜日の爆笑問題の日曜サンデー TBS ラジオチンプレーコープレー大賞で、御前様様ノミネートされていましたねはい中でも音藤さんの専用ブースから放送したにもかかわらずヨレヨレの天気予報はリアルタイムで聞いた時も笑いましたが日曜サンデーで改めて聞いてたまたま、またまた爆笑しました、はい音藤さん太田さんから喋りづらいのかねなかなかでも喋りうまいんだよと褒められる一方で、うん、富山アナウンサーからは
最後は調子に乗ってましたねと落とされるジェットコースターのように評価されていましたね。はい、惜しくも対象とはなりませんでしたが、これからも楽しいハプニング期待しています。ラジオネームみっちゃんからも、爆笑問題の日曜サンデーで音藤さんのグダグダ天気予報と川村さんの六本木ずんぞう派の曲紹介が珍プレー好プレー大賞のグランプリ候補に選ばれていましたね。はい、昨日の夜中タイムフリーで聞きながら一人声を出して笑ってしまいました。残念ながらグランプリには選ばれませんでしたが、候補に選ばれたこと、御前様リスナーとして嬉しい限りです、うん、これからもたくさん珍プレーを出してください、はい、楽しみにしていますよ。いや面白かったです。面白かった、本当面白かった。私も昨日、うん、それこそあの夜ちょっと歩きながら聞いたんですよ。もう声出して笑ってしまって、うん、めちゃくちゃ笑いました。本当笑ったね。やっぱなんか人が一生懸命やってる時に失敗するって、はい、楽しいね。楽しいですし、なんかあの勇気をもらいました。いろんな人が間違えたり、はいね、あのちょっと寝坊された方とかもいて、はいはい、あこんな方もいらっしゃるんだ、よかった、じゃあ私まだセーフかなと思って。あとなんか普段しっかりしてる人が延々ミスっていって、はい、そうでそれがなんか愛おしくなっていくみたいな、はいはい、TBS のニュースデスクの柴田さんとかも、うんはい、あの政治家の役職の名前を言いたいんだけど、はいうん、頭がこんがらかっちゃって何回言い直してもちゃんと言えず、結局言い最後までちゃんと言えなかったみたいなのがあって、やっぱああいうのがいいね。そうですね、普段はちゃんとされてるけれどもっていうのありますよね、うんうん、なんかほら面白がらせようとかさ、はい、なんかそういうのじゃないじゃん、うんうんうん、一生懸命やった暁もうなんかプロ野球のチップレーコープレーとかもそうだけど、はい、ああいうところになんかこうにんやりとするところがあったり、うん、ほっこりする時間があったりとかするから、はいまあ、何事も一生懸命なんだねとかって思いながら、うんはい、今日迎えましたけど、そうです、ね、週末は大工広島があって、そうだで例年ね何千人ものお客さんが来られて、うん、で合唱台も何千人っていらっしゃるけれど、はい、今年はほら、まあ、歌えないじゃない、うんだからそのソリストの方がテノールだとかね、はい、いろんなこうジャンルがあったりするじゃん。でマエストロ指揮者がいてさ、うんうん、で広島交響楽団がいて、でソリスト4人いて、はい、でその後ろにエリザベト音楽大学の生徒さんが合唱団員としていらっしゃって、でそれを1000人のお客さんが見る、うん、お客さんがさ1000人なのよ。で例年の3分の1か4分の1あそうなんですねぐらいなの、はい、その広島サンプラザホールにいる人数っていうことでいうと、うんうんうんはい、だからもう例年からするとその音も細いのよ。だって合唱団が千何人で歌ってたんだから。そっか。でいよいよ第四楽章ってなったら、はい、その会場全員が歌い出すわけだから。そうですよね。あの一体感がすごいんですよね。とんでもないの、はい、こんなに人間の声を浴びるっていうことはないの、うんはい、でそれが、まあ、例年よりも少なかったけれど、俺がさ司会者席に行くじゃない、うんうん、でパッてこうライトがパッてついて、はい、1000人のお客さんがバーって見えんのよ、うん、たらたまらなくなるね。あー戻ってきたなーって思うのと、はい、でもこのぐらいなのかって思う気持ちとか、うん、いろんな気持ちがグワーってなって、はい、なんかもうあ喋れないかもとかって思うぐらいグッとくる。やっぱ何千人っていう人が目の前にいるっていう迫力というか温度みたいなのって、うんはい、あ今まで当たり前みたいに思ってたけどこんな特別な時間だったんだなとかって思ったね。そうですね。しかも今回は衣装がブルーでとっても綺麗で、はい、そうなのよ、うん、オーダーフルオーダー。おーすごい。なんか貝原デニムってあのほらいろんな、はいジーンズの生地なのに世界中のブランドが貝原デニムを求めてますみたいな、うん、そこの生地を使って、はい、で袋町にある R.O. テーダー、うんうんうん、R.O. テーラーっていうところが全部採寸してくれて、はい、全部
全部フルオーダーで作ってもらって、はあ、はい、自分オーダーってめちゃくちゃ嬉しいですよね。嬉しいですよ。そっか、お疲れ様です。来てますよ。はいはい、デブピエロさんからは、うんうん、横山さん、はい、大工広島お疲れ様でした。はい、冬の風物詩が無事開催できてよかったですね。うん、今週はいよいよミュージックソンということで石橋さんとの放送も楽しみにしています。はい、俺も本当石橋じゃなかったら楽しみなんですけど、ちょっと石橋だから。なんでですか。他の人とだったら楽しいと思うんだけどな。じゃないですかね、ツイッターにもね、石橋さんと横山さんが、うん、あの夢タウンの大きな募金箱の前で撮ってる写真を載せてらっしゃって、うん、わあ、おじさん二人でなんか楽しくなりそうだな。石橋じゃなかったら楽しいと思うんだ。なんでですか、絶対楽しい。いやだからどうなるかが楽しみですよね。横山さんが、あの石橋さんを前にどういう位置になるのか。俺基本的にずっと笑って見てるっていうスタンスで行ってみようと思って。ちょっと待ってそれも楽しそうですけど。だから横山さんがちょっと親みたいに見えてくるかもしれない、うん、ほら CM 明けとかにさ、はい、基本的には俺が喋り出すのよ。うんうんうん、うん、淵上の時、はい、そうですね、中根の時、はい、川村の時で、他の方とやる時も、うん、俺が待ってるみたいなことってないのよ。そっか、そうですね、うん、そうなのよ、うん、だから何かを喋り出すっていう取捨選択を任せられてんのよ。でもそうです、 CM 明けのたんびに、はい、それをちょっと全部石橋に振ってみよう。うわはいどうぞみたいな感じで。やれね、難しい。だって横山さんが戻ってこない時あるじゃないですか。CM 明けになんだかんだ、はいはいはい、あの時に私たちはメールを読むんですよね、はい、だからメールを読むっていう選択肢があるんで、うんうん、まあ普通にスッと出られるんですけど、はい、あそこでなんか面白いことをポンと喋れって言われたら、いや難しい、何も喋れない。そうですね、そう、うわ、それあれをいちいち全部石橋にふい、いやいやちょっとどうぞって言って渡してしまってみようって。それ事前に言っといた方がいいかもしれない。急にその場でされたらおよよよよって絶対いろんなみんなには分かんないけど、ね、はい、人知れず、うん、緩やかにずっと本番中に石橋にプレッシャーをかけ続けようって。怖いよ、24時間持つかな。三つママさんからも、はいはい、さあいよいよ今週末に迫りましたね。とっても楽しみです。クリスマスミュージックソン、はい、どんな波乱が起きるのか、どんな始まり方なのか興味津々です、はい、やっぱり石橋さんすごいテンションなのでしょうか、うん、それとも予想を反して普通に始まるのでしょうか。ほうほうほう、どちらにしてもラジオの前で正座をして聞きます。体調整えて横山さんも石橋さんも頑張ってください。はい、93キロのプッコラさんからも、さてチャリティーミュージックソンですが、とうとう今週末に迫ってきましたよ ね、僕もとっても楽しみです、はい、そして今年も皆様が持ち寄ったレアな商品のオークション、はい、あるんでしょうか、うん、あるのなら横山さん、淵上さんはもう出品される商品はお決まりになりましたか。はい、僕もあまり高額でなければチャレンジして、今回こそ誰かの品をゲットしたいと考えています。はい、この間、うん、手島が言ってたけど、はい、その、まあ、今年もチャリティーオークションをやるわけですよ。そうです。なのでそろそろ私物の用意をしてくださいって言われたんで、うん、はい、言われました。今、まあ、まあ結構家の中見てんのよ。なるほど、そうなりますよね。そのなかなか手に入らなさそうなものを選ばなきゃいけないし、うん、確かに出すからにはなんか向こうの方も喜んでくださるものがいいよねとかって思って、うん、部屋中、はい、隅々までいろいろ見てさ、お何にしようかなとかって思いながら過ごしているし、はい、あとそのミュージックソンでさ、はい、今年そのオークションとともに去年もそうだったけどみんな歌ったりするのよ。そうですね、ね、ミュージックソンだから、うん、でそこにさ、あの今年新曲を披露してくれって言われて、おうおうおう、でクリスマスソングを1曲作ってって言われたの。はい、だからあるミュージシャンの人と俺がまた作詞して、はい、今曲作ってんのね。だからその曲作りも週末やってて、わで大工のさ、その準備もあるし、はい、本番もあるし、で大工の中でその千何人を前に、うん、最後に蛍の光をみんなで歌うんだけど、うん、蛍の光の1番と2番の間の40数秒に詩を朗読するっていうのがもう毎年あって、でその詩を全部俺が書いてるのね。
でそれもあったし、だ作詞もあったし、で曲が来るのをそれを合わせたりとかするのもあったし、はい、でまたそれこそ終わってないから小説も書かなきゃいけないみたいなのが、うん、もうめんどくせえこんな時にみたいな。めちゃくちゃ執筆活動してますね。そうで会社からバカみたいなメールが来たりとかして、おい本当いい加減してくれ本当これやとかって。ずっと家でやってんだろこれみたいな。ここ残業ゼロだろとかって思って。そうですか。大変ですね。大変なのよミュージックソン。だってさ、はい、口紙とかだって何気メインだったじゃない。うん、そうです。あの時とかも、はい、2年目の時、あのこのコーナーではこれやってください。はい。このコーナーではこれやってくださいとかってディレクターがそれぞれ違うから、そうですね、ちょっとしたことを頼まれてんだけど、うん、まあまあ大変なんだよね。なんかミュージックソンは本当に準備がすごい、うん、すごいかかるのよね。すごいかかります、うん、だから今も私あの1ヶ月前からずっとそのオークションの品を準備してたり、はいはいはい、それから練習することもあって、はいはいはい、まあ、一人でラジオブースに行って、うん、いろいろ練習したりとかいうのがちょこちょこあって、はい、はあ、なんかちょっとなんか気ぜわしいみたいな感じ。いや、そうなのよ。でこの日までに間に合わないと、うん、その今までの努力が無駄になるじゃない。そうでまあほら縁紙はね今年ねあのおならで火を出すみたいなあれをずっと練習してるから、いやいやうんうんじゃないですよ。はい、スタジオさんもうんうんええー、みたいな。え、お尻から炎って聞いたんだけど。いやちょっと待って、お尻割れてないんです。ああそうだった、そうなんです、口紙割れてないの、はい、アナウンサー穴開いてなかった。すいませんちょっと穴開いてないんですよ。そうだった、ごめんなさい、はいはいはい、アイドル女子アナだからそういうのなかったんだ。そうなんですよ、ないんですないんです、一切つるんとしてます。ただ縁紙さん今年、はい、おならに火をつけるって出ないんですけどね。っていうのを今一生懸命練習されてますよっていうのを聞いたんだけどな、頑張ってますよいろいろ。ああそう、でもみんなそれぞれさ、うん、その細かいことを今一生懸命練習してたりとか、はい、それこそ準備してたりとかすんのね、うん、それがさらっと流されていくときもあのなんかこう、あ大丈夫ですかこれ、あありがとうございますみたいな終わった時のあのなんかこう虚しさ。結構ねあの頑張って、うーいくれって、手島とかがさ、はい、すごい当たり前みたいに、うん、23日ぐらいに、あじゃ あ, あのオークション用の私物そろそろ回収しますとかってバッと集められた時、おいこれ全部買ったものとか集めてたもの大事なもの出してんだからねっていう思いと、なんかこう見た時に、はい、あ今回はこんなものみたいにされるじゃない。そうそう、手島さん意外と軽くね、軽くやんないあいつ、ね、本当腹立つさお前はさとかって思うんだよね、そうですね。でもそのミュージックソン、うん、ヘビ使い座からはいよいよチャリティーミュージックソンまであと4日となりましたね、はい、今回はコイペイで募金をさせていただきました、はい、私みたいに出かけるのが億劫だったりこたつの中で募金したいという人には、うん、このコイペイはおすすめですよ。おお、そうですね、キャッシュレスで募金する方法が、ね、まあ、今年あるので、ね、はい、まあ、ミュージックソンもねそれこそ大工と同じように例年と同じようにはなかなかできないけれど、うん、まだお客さんをっていうところまでいかないからね。そうですね、はい、まあ、なのでスタジオでどんなことができるのかっていうことでね、うんうん、私たちもたくさん考えております。まあ、皆さんが会場に来たかのように RCC に我々に会いに来たかのような気持ちになれるような放送を、はい、ミュージックソンでもお送りしたいなと思いますが、うん、福山の舘ひろしから、はい、いよいよ今週末チャリティーミュージックソンですね。2年前縁紙さんがメインでやられた時に御前様様の放送中にもかかわらず、はい、途中で番組を投げ出して、あそうだった、おめかしをして、はい、会場の夢タウンに行かれたのはつい最近のことのように思い出す思い出です、うんうん、あの時は数ヶ月後に世界が激変するなんて誰も思っていなかったですよね、はい、あの頃の状況に戻るにはまだまだかかりそうですが、今年の横山&石橋メインの放送も楽しみにしていますよ。そっか、だから私は普通に夢タウンでできたんですけど、うん、はいはい、お客さんの前で、うん、次の年からできなくなっちゃったんですよね、はい、そうだね、そう考えたら本当にいろいろあの、うん、フラワーフェスティバルとか、はい、あとフードフェスティバルとか、うん、アナウンサー全員で集合しますけど、はい、それも私実は2年しか経験してなくって、そうだね、考えたらね、うん、本当に早く当たり前のようにお客さんの前でできたらね、ね、リスナーの皆さんにお会いしたいわとかって思いながら、本当に思います。ですけども、ちなみに今日から、はい、
横山モーデに来てくださった方にようやくステッカーができましたので、そうです、はい、今日はあの午前様シスターズ&横山が全員写っているステッカーを準備してお待ち申し上げておりますし、ね、あの週によってとか日によってステッカー5種類作ったので、お、はい、それをどれが配られるのか、フルコンプリートできるのか、はい、そしてフルコンプリートする前に、オークションの商品になるのかっていう、ちょっと待ってそれはまだ早いんじゃないですか今日も皆さんと、ね、戯れながらお送りしようと思う午前様様、今日は火曜日、はい、今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー午前様様商品開発部、リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今日皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこちら。広場で遊ばせいっても、絵本を見せるせいっても、いつも答えは同じ、つまんないな。ということで、はい、山口さんちのつとむくん、これ、川橋圭司さんが歌われているということなんですけど、この歌詞が隠された部分に面白い歌詞を入れ込んで違う曲にしてください、はい、ということで今日も午前様様の優秀なディレクター陣が考えました例文。例えば、広場で遊ばせいっても、絵本を見せるせいっても、いつも答えは同じ。あ、すいません、ちょっと今スケジュール帳がないので、後ほどこちらから連絡させていただきます。つまんないな。連絡来ないんじゃないかな、うんうん、そうだね、便利な言葉です、ね、これ大体川村がやるやつだよね。え、嘘、うん、あ、すいません、ちょっと今スケジュール帳がないので、いやでも大事です、ちょっと分からないので確認したい、うんうん、あと行けたら行くとか、うんうん、また機会があればとか、うん、あと今ちょっと外にいるので分からないっていう同じ部類の言葉山口さんちのつとむくん、もう一つ。広場で遊ばせいっても、絵本を見せるせいっても、いつも答えは同じ。え、 LINE ですか？来てないですよ。今届きました。おかしいな。最近ね、どうもね、ちょっと、LINE の調子が悪くてね、ごめんなさいね。つまんないな。いや、これは無理があるでしょ。これはさすがに使えないな。LINE ってさ、はい。その例えばさ、その縁紙からこう送られてきてこう、うん、メッセージみたいな感じで、それをグーって押したらさ、はい、既読にならずに見られるんだよね。見られるんですよ。だけどグーって押して見た後パッて話したら既読ってなる時あるよね。ありますあります。くそ、ダメだったかって思う、ね、ありますよね。難しいですよね、力加減がね。そうなんだよね、はい、って思うんだよね。ということで今日はどんなネタが届いているのかお楽しみに、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は濃い薄いをテーマにお送りしています。では昨日のボツより、はい、ということで、兄や桑原コンビにメールを出したにもかかわらず残念ながらボツとなり、我々横山淵上コンビに読まれてしまうというがっかりな方を久々にご紹介させていただきます。お願いします。ラジオネームスナッピー。がっかりです、がっかりです、とってもがっかりしています、はい、濃い薄い、うん、私はコーヒーは濃い味が好みです、うん、ですがいつもそれに砂糖とミルクをたっぷり入れて飲みます、うんうん、そのため結果的には薄くなるので意味ないじゃんと思われますが、はい、こうするので濃い味が好みなんですよね。うん、あ、だから味が薄まらないにあえて濃くしてますってこと。なるほどなるほど、うん、へえ、濃いコーヒー、まあでも そうだね、ボツになるに叱るべき。いやいやいや、そんなことないそんなことないです。まあそうだよね、あの火曜日もね、ぜひよろしくお願いします、うん、こうやって言うから月曜日にみんなギュッてみんな優しくしてくれるから月曜日行っちゃうんだよね。来てくださいこっちにもかお昼のね、お昼のでそのでも何したか FM にまた行くんだよね。どうぞご前世様様に、本当ごめんなさいでした。ツンデレだからうちそれがいいところでもあり、ということで今週の会議のテーマは
薄いです。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様火曜日では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選で一人の方にパーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントします。応募の際にはクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、濃い薄いにちなんで今日は淵上咲き問題です。恋といえば、はい、私の大学生の時に一人暮らしをしていた愛知県の寮、うん、アパートですね。寮にいたの？あんとね、名前が寮だったんですよ。けれどもまあアパートみたいな感じです。はあはあはあ、はい。そこの思い出がめちゃくちゃ濃くって、うんうん、まずすごい安いんで、壁が薄いんですよ。はいはいはい、なんでまあ冬は外よりも寒い。ああ。外壁が薄いってことね。めちゃくちゃ薄いです。部屋と部屋の区切りじゃなくて、はい、外と中との外壁のことね。そういうことです。が薄いんだ。が薄いし、うん、夏は外よりも暑いし、はいはいはい、でトイレの便座が割れてて、うんうん、お尻が中に落ちそうになるのを4年間我慢したり、はい、なるほどなるほど。電気がカバッと被せるカバーが割れてて、うん、そこに虫がいっぱい、はいはいはい、いたり、でも1年目の時には、うん、そのアパート全員でバーベキューが行われて、友達ができて、うん、ですごく仲良くなったりとか、はあ、めちゃくちゃ濃いいろんな思い出があるんです。うん、え、その中でも、そのアパートが大好きだった理由、はい、濃かった理由、うん、一体何でしょうか？二日目卒業してから、まあね、その人気者になってすごい収入とかガーッとガーッと来たから、はい、あの時お世話になった寮の皆さんに心ばかりです。って言って前田ハウジングに頼んで全部リフォームを、やりたい、全部リフォームしてもらったから、そこに行くと、ああ、あのリフォーム淵上さんですよ、ああ淵上さんってなって、もうすごい淵上、まあ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 淵上、まあ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 、しょい、うわーしょい、うわーしょい、4回5回6回6回6回って永遠に6回すごいチヤホヤさん。いいですね、それ。やりたいな。はい、そういう、やっぱなんかね、みんなからありがとうって思われることやりたいですよね。そうだね。うんうん、ほら、そんなに売れてないねって思っている芸能人がフリートークの中で、親に家を買ったっていう話をすると、はい、こいつそんな儲けてるのか。悔しい。俺もそういうことしてみたかったと思うよね。わかります、うん。ちょっとね、そうですよね。あ、うん、あと自分がお世話になった母校とかにさ、はい、高額な寄付をしてたりとかさ、うんうん、なんか野球部にバッティングマシン買って送ってたりとか、はい、なんかああいうことしたいよね。はい、うん、してみたいです。うんうんうん、ね、で、あがめ立てまつられたい。そうそうそう、よっこやま、よっこやま、みたいにして。そこにはね、宇宙からお金配りまーすみたいな。ね。配りまーす一万円の食事券、みたいなことやりたかった。そうですね。嬉しいですね。ぜひ一度お越しくださいとかっていうああいうのやりたかったな。ちょっと下心があったりしますけどね。そりゃ、ちやほやされない。ええ、そうですよ。気分も良くなったって。うん。いや、手芝みたいになっちゃうからさ。早く出してくださいよ、私物って。なんかおいもうちょっと大丈夫。おいはぎか、お前は、みたいになっちゃうからさ。そうそうそう。なんだろうね。はい。量ね。量で、濃い思い出。もう外壁も薄いけど中の壁も薄いから、みんながそれぞれの悩み事とかがもう喋ってることが分かったりとか、人間関係とかいろんなことが分かるから、そうですね、結構近かったですね。だからみんながいろんなことを共有している。ああ、そこまでではなかったですけど、ただ本当に隣の人の生活音みたいなのバンバン聞こえてくるんで、電話してる内容とかを、うんうん、結構壁に耳当てて聞いたことはあります。しもしもとかって、待って平野ノラまさかみたいな、しもバブリーあの人必ずしもしもっていうね、結構ね、その当時の学生が住んでたはず。うん、分かった、はいはい、バイビーみたいな。いやいやいや、すごい、ちょっとだいぶ年上が住んでる、昭和か、学生のはずなんだけどな。さあ、はい、淵上咲は、うん、昔大学時代に
寮にいました。はい、そうです。はい、その寮にいた時にいろんな思い出があったんですが、うん、その中でも濃い思い出があります。はい、一体どんなことでしょうかというのが問題です。うん、ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前@rcc.net。小文字で gozen@rcc.net。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様、RCC 本社第2スタジオから、私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サケペンス劇場。さあ今週淵上咲に一体どんな出来事が起こったんでしょうか。それはある夜の出来事でした。よし、今日はこたつに入って年賀状を書くぞ。今年は虎の字を大きくデザインした年賀状。でもこの干支の虎の字ってあんまり使わないよな。ホテイトライアスくらいかってちゃうやろ。ホテイさんはトライアスと書いてドモヤス。いや、ほんま虎だけにタイガーイニセンカイ。わかりにくくてすいません。さて、ちゃんと年賀状書こうっと。広島市西何言った。西区って書きたいのに中区って書いちゃった。今週の事件を紹介しよう。はい、ある日の夜、年賀状を書いていた淵上咲、うん、この人にはどんなメッセージを書こうかしらと思いながら住所を書いていたら、おったま遣隋使、今日の爆笑問題カーボーイ、ゲスト劇団ひとりです。わあ、間違いなく面白いです。楽しみ。太田さん、また一人からたくさん罵られるんでしょうね。めちゃくちゃあのコンビ本当に面白いですもんね。西区って書きたいのに中区って書いてしまったっす。哲学的、うん、哲学的。また太田さん。結局今年は2枚書き損じてしまったっす。でも去年は自分の住所を間違えて印刷して、はい、30枚も作り直したので2枚の失敗でよかったっす。そうなんです。年賀状は書き間違えても原稿読み間違えないぞ。無理だけど。いや、事件ちゃんとします。原稿読み間違っちゃうからね。いやいや、間違えません。という、はい、横山雄二と淵上咲の二人が今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市長区元町上空ですけど、薄い雲に覆われてはいますけども、はい、概ね青空という朝を迎えてますけど、はい、今日はどんなお天気でしょうか。聞いてみましょう。岸さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどんなお天気になりますか。今日はお天気としてはまずまずで穏やかなんですけども、うん、何よりもですね、今日寒さが緩んで久しぶりに過ごしやすくなりそうです。はいはい。お天気は晴れたり曇ったりで、昼過ぎにかけてちょっと雲が大きく広がる時間帯はありそうです。うん、北部ほどちょっと雲が出やすくて、降水確率は 0% から 10% と低いですからね、はい、雨の心配はない見込みです。ほいほい。寒気がこうぐーっと退いて、暖かい空気が入ってくるので、うん、はい、昨日に比べると5度くらい最高気温高いんですよ。そんな違うんだ。ほんとほっとしますけどね。昨日ね、パーカーをね、ええ、洗濯したらね、うん、夕方取り込んだけど全然乾いてなかった。はいはい、確かに、ね、全然乾いてなかった。そうですよね、うん、気温が低いとね。ただ今日はね、乾きやすいんじゃないかなと思うんですよ。はい、南部の方では15度前後ぐらいまで上がりますし、北部の方も12度前後ぐらいということで、うん、11月の後半くらいの陽気になるんですよね。洗濯物ぜひ干してください。はい、はいはい、この穏やかな天気ってしばらく続くんですか。はい、今週は穏やかな日が比較的多くて、過ごしやすい、しかも暖かい日も多いんですけれど、うん、クリスマスの日25日の土曜日ですね、はい、この日からは
先日の寒気よりももう一段強い寒気が入ってくるんですよ。おいおいおい。まあ、ですので今週末からはまた雪のこう量とか、うん、あと雪の降る範囲とかも前回よりもちょっと強くなりそうということを思いつつ、はい、あの今週の穏やかなお天気をですねぜひ上手に使っておいてください。はい、年末は岸さんも穏やかな雰囲気ですか？うん、今のところそうなれといいなと準備をしてるんですけどね。岸さん昨日そういえばお誕生日だったんですよね。あ、そうなんですよ。岸さんにお誕生日の話していいんですか？え、いや、なんで、何ですか？来年還暦ですよね。なわけないでしょ。全然違います。俺の先輩だったからね、岸さんね。そんなことないですけど、ちょっと待ってください。全然違います。うちの母と俺の間ぐらいが岸さんだよ。おかしいおかしい、見た目からして違います。絶対違いますよ。もう今何か目立ったっけ、中央は。はい、南部で乾燥注意報が出ています。火の元、火の取り扱いには気をつけてください。誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。お便り様々、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。中央林間さんが、はい、今日は10連勤出勤の最終日です。ほうほうほう。しかも午前中に仕事が終了します。午後から何をしようかワクワクの一日、今日も楽しい放送をよろしくお願いします。あの、10回連続だから10日連続勤務してますってことね。そうですね。まあまああるよ。そんな、いやもうすごい大変でってことない。まあまああるよ。まあね、疲れは蓄積されますけど、しかも年末ね、忙しいから。いや、俺10日もんだから、いるじゃん、よくバカみたいなのが。俺昨日寝てねえんだよ、みたいな自慢。寝ろよ、バカみたいな。あれに近い、もう10日働いてんすよっていうこと。まあまあ、まあまああると思う。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は庄原市立粟田小学校の皆さん、今日は3年生の若林音羽さんの作文、タイトルは裏山の野いちご。裏山の野いちご。粟田小学校3年若林音羽。私の家の裏山には秋になると野いちごが実ります。野いちごは赤い実で5ミリほどの大きさです。食べると甘酸っぱくてとても美味しいです。毎年この実を取って食べるのが私の秋の楽しみです。野いちごは裏山のあちこちで採れます。一本の木にたくさん実をつけています。お姉ちゃんと一緒に取っておしゃべりをしながら食べるのが大好きです。時々は二人でたくさん取って帰ってお母さんと一緒にジャムをすることもあります。ジャムはお鍋に野いちごと水とたっぷりのお砂糖を入れてグツグツ煮て作ります。お水の色がだんだんと綺麗な赤になっていくので見ていて楽しいです。今年も野いちごの季節が来ました。たくさん食べるぞと思っていたのですが、今年は私の手のひらに乗るくらいの量しか取れませんでした。ちょっとしか実らなくて残念でした。そういえば学校の銀杏も今年は取れませんでした。そういう年もあるのかなと思いました。来年はたくさん取れたらいいなと思います。自然の中で伸び伸びと育ってるっていうのが、うんね、すっごくわかります。あと音羽ちゃんの作文を聞きながら、はい、淵上がむちゃくちゃ文章うまいですねってすごいわかりやすかった、ね、なんか感心してたね。はい、なんか手のひらに乗るぐらいの野いちごしか取れませんでしたっていうのが、うんうん、想像頭の中で想像できるし、はい、めちゃくちゃわかりやすい表現使ってて、俺は音羽ちゃんが小学校3年生なのに銀杏のなりを気にしてるっていうのが、もう銀杏の良さを分かってる、うん、俺54だけど未だに銀杏があってもなんかキーンって思っちゃうのに今年は銀杏がちょっと取れませんでしたっていうのが大人すごい素晴らしいねえ、はい、いやいやちょっと音羽ちゃん作ったジャムとか食べてみたいね。食べてみたい、美味しいだろうな。今週は庄原市立粟田小学校の皆さん、今日は3年生の若林音羽さん、裏山の野いちごをお送りしました。明日は2年生神奈川安明くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。
交通情報と天気予報。このコーナーはやっぱりこの味、シチアスヨーグルトの提供でお送りしました。ニュースです。午前さまさま。そうだった。え横山モーデの人に。嘘でしょ。ステッカー。嘘でしょ。ステッカー渡すの忘れちゃった。今日からじゃないですか。そう、これ渡してきて。渡してくる。渡してくる。違う違う違う。馬様、馬様。せっかく作ったのに。そうですよ、今日からですもん。違うのよ、淵上さんに。はい。これ、混ぜ込みわかめ。なんで。ありがとうございます。をあげてくださいっつって。え、ああ、嬉しいです。って言われて。はい。で、お菓子も、すごい。わ、いっぱい。袋に入れることもなく。こんな、こんでもらってもってくれ。それどういう状況で持ってこられたんですか。はい、って渡されたけど、友達じゃねえんだからさ、みたいな渡し方だったら。で、わかめだった。わかめ、とっても嬉しい。なんか、わかめ、最近出番がなかったから、なんかパンツが、見えてるけど、どこにもいい、あれがなくって、嬉しい。油断してたよね。そういうことか。まさか、ふりっかけで。一生懸命さ、はい、わかめ、やってくれますかねとかって、すごいさ、買ってきたんですよ、これ、内上さんに、つって、すごい気にしててさ、どうかなとかっつって言いながら。ああ、わかめ、いつでもやる。わかめ、自分のこと大好き。年末だから、今日は、みんなでサザエさんたちと大掃除をするよ。何そのさ、はい、ネットを見てたらみんなが何言ってるか分かんないみたいに言ってるから、分かりやすくしようみたいな。ちょっとネット寄りにしたでしょ今。違う、いいえ、そんなことありません。私にもプライドがありますから。そうですか、メーテル、どうですかメーテル。はい、鉄は私はもう機械の体になってる。でもあなたも愛したら、私は、それに波乗って、私の体を、取り戻したい。それもあれ、ほとんど、ラブイズオーバーって。悲しいけれど、みたいな。ラブが終わっちゃった。オーバーしちゃいましたね。いやいや、マルコちゃんどうです、でもほんと。マルコ様、マルコも、今日は本当になんかわかんないけど、わかめちゃんの振りからされた。なんか悲しかったの。今わかめちゃんじゃなくてまる子ちゃんだったから私嬉しい。それアナゴ、アナゴさんだよね、それ。私こんなの。まあ、冗談じゃない。私のアナゴさん。もう。マルコ友達が全然僕も僕もワノムさんです。淵上がこんなやってくれてるんだけど、馬様から、はい、今外に出ましたと。おー、横山モーデに来てワカメとお菓子をくださった方、はいはい、それらしき方見つからず。どうでしょう。ちょっとステッカーは受付に預けてありますので。あ、ね、横側から来たって言ってたの。あ、じゃあ近いですね、うん、で、そうですか。なんか仕事をね、転職するにあたり、うんうん、しばらくその無職だった時期があったと、はい、今年の2月ぐらいに、うん、でその時期にラジオにハマったんだって。あ、そうですか。で、今年どんな年だったって聞いたら、いやー、ラジオに出会った年でしたつって。おー、つって、それはよかったよかったとかつって、うん、で俺すごい若いと思ってたの、はい、予備校生ぐらいみたいな雰囲気だったの。へー、今何歳なのよって言ったら、あ、46です。あ、結構、まあまあ、予備校生には見えるんですか。まあまあ、お前言ってんなーつって、すげえ若く見えたのにと思って。そうですか。ちょっとね、せっかくわかめちゃんやったので、ぜひ取りに来てください。そうだね、よかったら、はい、はい、お願いします。そうなんで、普段しないことするとさ、忘れちゃうんだよね。そうですね。あと、年賀状の書き損じ、おケスノビッチの母から、うん、淵上さんは西区を中区と間違えたっていうことらしいですけど、はい、私は浅南区と書こうとして、うん、秋とよく書き間違えていました。うんうん、そうだね、うん、安い芸と書いて秋、はい、
浅南と書こうとして秋とよく書き間違えていました、はい、ああまだ年賀状を書くどころか買ってもいない、今日は買いに行くぞって、はい、ぜひぜひ。あとシモティーナ、はい、淵上さんの年賀状の宛先に西区と書くところを間違って中区と書いたみたいですが、はい、うちは中区なのでその間違った年賀状を僕に送っていただいても構いませんよってことで、ああちょっと遠慮しときます、はい、すいません、ね、ええ、たとえ余ったとしても、うんうん、ええ、ちょっとやめておきます。そうだね、はい、うん、ろくなことにはならない。そうですね。あと年末といえば、はいはい、12月3日発売直後に在庫切れとなった午前様様日めくりカレンダー2022、はい、デラックスですが、はい、少し前にアマゾンで在庫切れと表示されている中、はい、ダメ元で注文をしたところなんと出荷しましたと連絡が入りました、うん、今はアマゾンでも一部の広島の書店でも在庫が復活しているようですね、はい、もう手に入らないと諦めていたのでとっても嬉しかったです、うん、なんかあのねツイッターとかで書店員の方、うん、方がうちにはこのぐらいまだありますよとか、よそでは完売かもしれませんけどうちにはまだこのぐらいみたいなのをまあまあつぶやいてくださってるので、はい、チェックしてみていただいたら、うん、街中の書店とか意外とゴッつって、はい、ダッつって仕入れてたりするからまだちょっとずつで、午前様カレンダーってさ、はい、場所取んのよ間違いない、売り場の分厚いですからね、そう漬物石ぐらいにはなりますよねだから、はい、バーって詰めないみたいで、なので出しちゃ売れてまた出して、はい、売れちゃまた出してみたいなことをされてるみたい。なるほど、そうなんですね。はいはい、あ、私の友達からも、うん、あったよって写真がポンと送られてきたんですけど、はい、1個しかなくって、うんうん、だから本当に場所取るんだろうな、うん、狭いところにピョンってありました。もしくはそこはもう本当にないかもしれない。ああ、なるほど、うん、そうかもしれないですね。俺なんかこの間だからそごうの紀ノ国屋か。はい、あそこ行ったのね、うん、たらああもうこんだけしかないのかと思って、そうかそうかと思いながら、で場所移動したら違う場所のところにもドッと積んであったそうか、いろんなところで同じ書店の中でも何箇所かで売ってるんだと、はいはいはい、ありがたいですね、ありがたい、本当ありがたい、嬉しいですもん書店に行って見かけると。いやこれがさ、俺なんか小説書いたりとかさ、はい、コラムエッセイとか出して今10冊出してるのね、もう、おー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 、本って、はい、で今までもさ、うん、発売当初は平積みでバーって置かれてさ、こちらが横山アナウンサーが書かれたエッセイですとかって、はいはい、すごいポップとかも準備してあってさ、うん、写真とかも貼ってあってとかしたのに、気がついたらさどん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 隅っこになっていってであれ今度タレント本のコーナーにはある、タレント本にないのかってことはどこのジャンルに置いてあるのかなとかみたいな、あれだからどんどん分かんなくなっていくからね。そうですね、うん、まあでもだからこそ新しいのを次々生み出していくっていうのもあるでしょうしね、はい、うんうん、ぜひぜひ、はい、お茶様カレンダーまだまだ県内の書店とあとはアマゾン楽天で随時ちょっとずつ入荷されてたりとかするみたいなので、はい、みたいですね、まだお買い求めではない方はお買い求めになっていただければ、あのチカリンからも、はい、ラジオを聞き始めて早4ヶ月が経ちました、はい、すっかり旦那さんよりハマってしまい、うん、昨日やっと定期検診で外に出て近くの本屋さんに行って午前様様カレンダーを手に入れることができました。わ、ありがとうございます。気分が落ち込むことが多くって、うん、落ち込んだ時は午前様様を聞くといろいろ考えることもなく笑うことができました、はい、少しカレンダーの中を見てこれまた笑顔になり買ってよかったと思いました、うん、来年はカレンダーのおかげで笑顔で楽しい一年になりそうです。いつもありがとうございますって。なあ、嬉しいですね。いやいや、こちらこそですよ。うん、新しく聞いてくださって。なんかさ、うん、去年のその3月ぐらいから今年にかけては、もう俺たちも本当にリスナーに支えられたよねと思ったよね。そうですね。はい、なんか、そうですね。なんか外にも出られないし、喋、はい、ることどうしようかなって考えたりしながら、うんうん、でもリスナーの方がいろんななんかお知らせとか、情報とかくれて、はい、それを読んで繋がって、っていう感じでしたもんね。ね、なんか心思いを教えてもらって、うん、で俺たちもそうなんだよ、つって。で、同意とか同感とかさ、同じ思いを持ちながら、うん、はい、あ、一緒なんだなとかって思いながら前に進んでいったし、うん、何よりもほら、みんなとコミュニケーションなかなか取りにくい中で、はい、こんだけ笑ったりとか、こんだけ叫んだりとか、うん、しながら時間過ごせたのは、やっぱリスナーの皆さんのおかげだよなとかって思うので、そうですね。ぜひ、また今年最後はミュージックソンで締めたいなと思いますし、うん、あとは30日には、僕の作文、私の作文のスペシャルもあったりとか、
するので、うん、最後までラジオお付き合いいただいて、はい、で来年は1月の4日から、うん、午前様スタートと。そうなんですよ。いうことなんで。はい。はい。まあ、あの、縁紙の時からっていうことなんで、本当申し訳ないと思うんですけど。なんでですか？いや、私で終わって私で始まるんですよ。本当申し訳ないと思うんですけど。いえ。ジャックしますから。そう、12月28日が最終日なんですよね、ラジオが。午前様様。29が最終日？そうよ。あ、そうなんだ。はいはい。あ、私で終わると思ってたのに。中根で終わります。中根さんで終わるんですか？はい。で、次の日、河村が僕の作文、私の作文。あ、ちょっと待って。なので、あ、普通。全然私で終わるんじゃなかった。めちゃくちゃあるじゃないですか。ただ、始まりは、私で、はい、始まらない。申し訳ない。本当、内側で始まった。本当ですか？いいじゃないですか。ね。本来だったらね、アニヤさんの、おっはーっていうところから入るはずです。それも聞きたい。おっはーなんですね。ラジオネームおかげさまさまさんからは、はいはい、おはようございます。おはようございます。昨日今日と妻が出張で家にいないため、私と息子の、4歳の息子、そして2歳の娘の3人で過ごしています、うん、家のことは任しとけと言ったものの、いざやってみると何にもうまくいかず、はい、昨晩寝る前に息子は母ちゃんと泣いていましたが、うん、私も泣きそうです、はい、早く帰ってきてほしいです。そうだよね、本当一番泣きたいのは自分だよね。どうしたらいいか分からないですよね。いやもうほんと、はあ、その家にいる人がやってくれてることってもうとんでもない労働量だよ。いやそうでしょうね、はあ、だって私一人暮らしですら大変ですもん。なんかいろいろそうだよね。間に合わない。だってさ、だってお母さんってさ、母キヨもそうだったけど、はい、なんか最後まで起きてて、あ、でそう、朝起きたらもう起きてたよね。うん、誰よりも早く起きて、ね、誰よりも遅く寝る。で、ちゃんとご飯作ってくれてて、はい、で、掃除とかしてあって、はい、で、家帰ったら、また、そう、洗濯とかが畳んであったりとかして、間違いないです。で、また晩ご飯作ってくれてて、お風呂沸かしてくれてて、うん、で、なんか洗濯物とかも、それぞれのとこに渡してくれてたりとか、はい、そう。して、で、お弁当も作ってくれたりとか、はい、うん、だから、スーパーマンみたいだったよね。そうですよ。洗濯物も誰が誰のとか全部把握してて、で、今の自分の生活でお弁当を人の分まで作るとか、はい、絶対できないんですよ、うん。なのに母は朝早く起きてやって。で、しかも働いてたりとか。そうです。するわけでしょ。うん、だもうあんなんだったらもう、それこそ、そこら辺にいる政治家がいるじゃん。あんな人の給料全部私なって思う。いや、まあ。ほんと、ね。10万どころじゃなくさ。もう、私なもんみんなって言って。それぐらい働いてくれて。いや、すごい、あれを、ちゃんと労働で計算したらとんでもない金だよ。いや、本当にそう思います。あれに、だって夜若干のエッチってもあるんだけど。それはまあ、それが一番料金が高そうじゃなく。人によるでしょ。そんだけやったのし、お、父を触るな、バカだ、こら、って。ね、お互いね、うん、相違の上でだったら、全然。ああ、まあね、うん。うん。それが一番高そうなんだよね。そうなんですか。わかんないですけど。その給付金に関して言うとですね。はいはい。K ブカ子さんが、お、週末、娘は職場の忘年会だったので、うちに4年生の孫娘が泊まりに来ました。ほう。ゲームをしたり、YouTube を見たりしていましたが、唯一、テレビから特別給付金と聞こえると真剣に見入っていました。うん、給付金でばあばにはチョコをプレゼントしてくれるそうです。うん、はい、あれだったら一箱にあるかって。いや。そういうのじゃなくて、きっと、孫娘さんが買ってくれるのが嬉しいんですよ。うん、ばあばチョコ食べたことないのかな。いや、ここいっぱい。そういうことじゃない。あと、全室にもいっぱいあるよ。まあまあ、そうですけどね。うん、それじゃなくて、この、お孫さんが買ってくれたチョコレートっていうのに、すごい価値がある。ばあばたちはあれだからね、うん、その世代的に、うんうん、バレンタインってさ、好きな人がチョコくれるでしょつって、うんうん。違うんだよ、本当は。あれはね、進駐軍がくれるんだよって言ったら、おじいちゃんおばあちゃんが言って、いや、確かに。なるほど、ね。時代が違う。時代だ。こんなな、時代だ、時代だ。チョコって言ったらそういうのじゃないんだよ、つって。そっか、でも子供たちが給付金何に使うか考えたりしてる子もいるんですね。でも子供のもんだからね。そうですね。そうですね。だから本当に欲しいものがあったりとか、はい、本当に自分のためになると思うものがあったら、うん、昔と今違うからさ、うん。昔は漫画読んでたらバカになるよとかつってて、うん、うちの父敬語とかも言ってたけどさ、はい、今漫画が一番クリエイティブだって言われたりとか、いやー、ゲームばっかりやらんのよって言うけど、いろんな職業がある中で、はい、そのゲームをやっている人たち、うん、まあ、e スポーツと最近、スポーツと名付けられましたけど、ね、むちゃくちゃ収入がいいからね。
いや、そう。だから極めたらゲームもとんでもない給料稼ぐ人になるからね。そうですよ。大会とかもね、賞金がすごかったりしますから。だって e スポーツのプロ野球選手、だから簡単に言うと野球版のプロ野球選手がいるからね。はい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 。で、毎年ドラフト会議が行われて、で、すごいお金儲けるんだよ。そうなんですか。下手したら本当のプロ野球選手に儲けたりする人いっぱいいるからね。おーゲームだよ。はぁ。ゲームだよ。私だって部活動で、はい、e スポーツの部活動ある学校があって、うん、そこに取材行ったことありますもん。みんな真剣にやってて。すごい真剣にゲームやってんだよね。しかもなんかそれこそ会議とか開いて、どこをどう攻めていくかとか、うん、それでまあチームワークができていくんですよ、みたいなこと言ってて、すごいな。なかった私の時にはって思いました。いや、俺も未だに心の中ではどっかにザラッとするものはあるよ。あるよ、間違いなく。はいはい、漫画をさって言いたい気持ちもあるし、ゲームばっかりさとか、言いたい気持ち、うん、携帯ばっかりいじらんのよって思うけど、しょうがないもん、だってそこは最先端なんだもんね。そうなんですよね。うん、私も、キングダムっていう漫画がね、あって、それを結構読んだんですけど、それで中国の歴史とかを知ったりしてるんで、うんうんうん、まさに漫画から学んだりしてます。ああ。そうだね。俺も、進撃の巨人見て、ジャイアント馬場の凄さみたいな。いや、ジャイアント。それはまたちょっと違う種類かな。やっぱ強いな、大きいやつは、と思って。ああ、そう。ちょっと、サイズがね、だいぶ違う、うんうん。ちぎって食べたりとかしてた。ジャイアント馬場さん、そんなことしません。さあ、この時間になりました。はい。午前様クイズの答え発表ですけども、うん、その前におさらいということで、今日は、淵上から。はい。濃い、薄い。で問題を出してもらいましたけど、はい、私が大学生の時に一人暮らしをしていた愛知県の寮がありました、はい、もうそこはものすごい濃い思い出がたくさんあります、うん、まああの壁が薄くって苦労したりでもバーベキューが年に一回あってそこで友達ができたり、はい、いろんな思い出があるんですが、うん、その中でもなんかもっと濃かった瞬間というか思い出楽しかった思い出があります、はい、どんな思い出でしょうか、ラジオネーム高町、はい、ありがとうございます。寮に住んでいる誰かが卒業で寮を出るたびに、うん、全員でその人を胴上げするしきたりが残っていていい思い出だったなぁと思い出すのではないでしょうか。ああ、なるほど、うん。そこまでの関わりはなかったんですけど。何人ぐらいいたの？ですね、3回まであって、うん、いやでも結構いましたよ、多分。30人はいました。おー、うん、でも全員顔見知りってわけじゃなくって、うんうん、本当にちょっとバーベキュー参加するのが、7、8人ぐらいだったかな。じゃあ、寮っていうよりも、寮的な、ま、アパートですね。大家さんがいるとか、はい、寮母さんがいるとかではなくって、はい、ちょっとこじんまりしたアパートが、寮っぽかったって感じだ。うん、そうですね。うん、でも大家さんはいて、その大家さんがまとめてくれてて、バーベキュー開いてくれたり、うん、なんかちょっと習慣みたいな開いてくれたりして、うんうん、それがすごく楽しくって、っていう感じでした。へぇー。うん。でも、まあ、出ていく方は勝手に出ていかれてました。ここまで濃くはなかった。はい。へそ天わんこ。ありがとうございます。長い休み明けには、うん、ふるさとから帰省した寮生から、いろんな土地のお土産がもらえ、自分が帰った時はそれをまた交換したりしていた。はいはい。はい、それはなかったんですけど、うん、今、一人暮らしをしているところでは、はい、あんまり隣同士の関わりって本当に一切ないんですよ。うんうん、でも、大学生の時は、この、引っ越して来られる時に、絶対になんか手土産みたいなの持ってこられて、はい、隣の方は静岡の方だっていうのは知ってました。おー。で、時々その電話の話し声を壁から耳を当てて聞いてました。うん、俺たちはさ、そのアナウンサーって、どっか行くと大体みんなお土産を買ってきて、はい、どこどこに行ってきましたっつって、アナウンス部のテーブルにお菓子がバーっと各地のいろんなものがあったりとかして、はい、で、あ、沖縄上がったりすると、チンスコがあったりとか、あ、うん、誰か沖縄キャンプ行ったんだとか、あと青島せんべいとか、うん、チーズまんじゅうとかってすると、あ、誰か宮崎行ったんだとかさ、なんかこう、はい、いろんなので季節を感じてたじゃない。うん、あのお菓子を、俺が若い頃、はい、淵上たちぐらいの時、うん、必ずさ、他の部署の部長が食べに来てたんだよ。俺がでっきりなやつ、でっきりなやつ、はい。で、ずっとそれ食べながら、ずっとアナウンス部で新聞読んでて帰で、それを朝来て、はい、で、昼飯行ってまた戻ってきて、またお菓子食べながら新聞読んで帰るだけってやつがいたのね、はい。で、そいつがずっとお菓子を食べるから、俺はお土産を買わなくなった。そのあいつが食べるからと思って。そうなんですね、うん。でもあそこのコーナーは、
楽しいですよね。いろんなのがあって。ある。今まで結構なかったんですけど、やっぱりコロナで。うん、最近ちょっとずつ増えてきて、うん、あ、動き出してるんだなって思います。なんかいろんなものをみんなが、うん、まあこれ自分で一人で持って帰るのはなって思うもの。ああ。とかを置いていったりとかね。そうですね。そう。もうバラエティ豊かなんです。果物とかが時々あったりして、そう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 、実家から届きましたとか、うん、嬉しいと思いながら。ね、空き巣のじゃがいもですとか。そう。お持ち帰りくださいとか。はい。なんかああいうの、なんか、なんとかの、オレンジですとか。そう。なんとかのみかんですとか。なんかいっぱい、もうなんか、あれ？あります。ここは青空市場かしらみたいな感じの時あるよね。そうそうそう。時々桃とかもあるんで、めちゃくちゃ嬉しいんだもんね。俺桃当たったことない。本当ですか。じゃあアナウンス部に上がってきてください。くしゃ。桃あんのか。あとはね。はい。シロちゃん。うん。淵上さんが寮にいて思い出すこと。はい。それは、寮に食事を作るスペースがあって、そこで入居者と雑談ができて楽しかったのではないでしょうか。ああ。でもそれは本当にあの個人、プライベートの部屋だったんで全然なかったんですけど、うん、ただバーベキューで仲良くなった友達。お前さ、なんかさっきからさ、思い出がすごいいろいろあったんですよって言うと、バーベキューのことしか言わないよね。いや、そうですね。あの、正直、はい、一緒に住んでたアパートの人たちの関わりは、はい、バーベキューしかなかった。出たよ。いや、どうしようって思って。もうさ、ちょっと。違うはさ、その、一回やったことを、私すごくハマってるんですけどって言ったりとか、はい、すごいいろんなことがあったんですけどって言ったのがバーベキューだけとかさ。はい。はい、すいません。ちょっと、なんか思ったより話が大きくなりすぎて、その、寮の人たち全員が仲良かったっていう話になってて、いや、どうしようって思って、いや、そこまででもなかったなっていう思いを抱きながら今すごく答えてました。必死に。そう、年々、盛り方が半端なくなってくる。ごめんなさい。いや、ちょっと反省です、ね。最近ちょっと流行ってるじゃないですか。日本中のテレビ局がさ、はい、なんか、大盛りとか山盛りとかの食堂を、えらい取材したりとか、はい、いろんな番組がするじゃん。もう、あれのトーク版だからね。もう食い切れませんってぐらいの山盛りの嘘。そうですね。ちょっとごまかしきれなかったですね。お前の嘘は多すぎるから、解毒剤を飲んでも全然落ちていかないんだよね。おかしいですね。痛いな、ポンポンが痛いなと痛くなりすぎましたね。俺、この間さ、はい、知り合いが、俺、講演会とかに行くとさ、大体、ウイロウリをやるの。はい、うんうん、でさ、拙者親方ともさ、お立ち合いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原、一色町を過ぎなされて、青物町へお登りなされれば、拙者欄干橋捉え遠江門、ただいまは、啓発いたして宴祭となりまする。ってか、バーっと、バーっと始める。はいはい。で、これ、そもそも、チンスコって、あ、チンスコじゃねえや、トーチンコって言ってさ、薬の話なんだよね。はい、うん、で、その、友達がさ、いつもさ、つって、あの、はい、ウイローリやるじゃん、つって、うんうん。講演会とかで。で、あれ、あの薬って実際飲んだことあるって言われて。え？いただきすぐ匂いと書いて、トーチンコと申すって、はい。買ってきてくれたの。トーチンコ？ええー、つって。あるんですか？うん。だから、ジンタンみたいなのね。はぁ。銀色の小さい粒なの。へぇ。え、だからその、ウイローリの中では、うん、それを一粒食べれば、はい、舌が回る。舌が回る、うん。めちゃくちゃペラペラ喋れるっていう。そら、回ってきたは回ってくるは、あわやのと、さたなだ説にかけさしよん、浜の二つは、真の慶長、会合爽やかに、赤さたな浜やろう、おっこさとのほもやろう、一匹へぎに、へじこしはじくみ、ボンマンボ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 ンって続けて、バーって。そうそうそう。え、飲まれたんですか？で、それで、全然舌が回る薬じゃないの、本当は。あ、へぇー、そうなんだ。ウイロウリは、その、歌舞伎の演目にもなってて、はい、で、成田屋さんなんだよね。市川海老蔵さんとこ。はい。が、お箱にしてるんですよ。18番にしてて。うんうん、で、そもそも、越中富山の薬売りが、はい、その、いろんなところに行って、さあ、うちの薬をどうぞって言って、その、工場を言いますと。はい。で、その、トーチンコか。トーチンコっていう薬があって、それ舐めると、舌がすごい回って、みんながびっくりして買うっていう話なんだけど、はい、全然違うの。普通の、お腹が痛い時に治す薬なの。あ、ええー、そうなんですね。でも、あの薬を飲んでも、淵上の毒は落ちないかもしれない。落ちないかもしれない。それぐらい、ちょっと今、膨らみすぎましたね。ええー、と思ったら、あの、水戸黄門の黄門様の薬はあれなんだってよ。ええー、光かえーって出すのには、あん中に入ってんの。銀、だから銀炭みたいな。銀炭みたいな。はいはいはい。ほー。だから、それを多分、売るために、ああいう喋り文句で売ってたみたいな歴史があったりするのあるんだろうね。かもしれないですよね。だから、光かえーって出してっけど、あれは、簡単に言うと、せいろがんが入ってる。
なるほど。払い手を止める薬になる。みんな、あ、持病は何だろうって。皇后様、持病、あら、大変じゃねえ、日本中回っとった。なんじゃろ、やっぱずっと、歩く系、オロナインが入っとんかな、中にとか。なるほど。薬箱じゃけど。なるほど。そうですね。いやー、ちょっと、感動したの。知らなかったです。うん、はあ。でも、ね、それ飲んでも、ちょっと、縁紙の嘘は、はい。はい。ちょっと、なかなか落ちないですよね。すいません。うん、ただ、すごく素敵なアパートでした。馬のおばあちゃん。ありがとうございます。縁紙さんが寮の思い出、うん、で、濃く覚えていること。はい、花火大会が、部屋の窓から見られた。あ、全然見られなかったですね。うん、後ろは山で、はい、夏になるとセミの声がすっごいんですよ。で一回窓を開けっぱなしにしてたら、うん、その山の森林伐採みたいなのが行われてて、で、寝て起きたら、部屋中に、アリ羽アリが、うわーって壁中に何百匹ぐらいいて、全部泣きながら潰して、本当に恐ろしい思いをしました。本当はでも、その羽アリは、二三匹だったんだよね。あのね、何十匹。盛るからね。本当盛るからね。気をつけないと。カッシー。お膳様クイズの答えですが、はい。そのアパートが好きな理由は近所に美味しいケーキ屋さんがあったからではないでしょう。あ、周りはなかったですね。住宅地でした。膝の痛みが治らないっていう人から。壁が薄いので、遠くの声が聞こえて、焼き芋屋さんが車で来てもすぐに対応できて買うことができたのでよかったんではないでしょうか。焼き芋屋さんとか豆腐屋さんとかは、うん、愛知にいた頃よりも今住んでる場所の方がよく来ますね。あ、うん、石焼き芋つって。ああ、そう。はい。俺前住んでた横川の横。うん。楠木町の時は、すごい来てたけど、今住んでる浅南区になってからは、はい、あんまり来なくなった。たまに、竹屋、沢田きーとかって、うん。沢田きを売りに来るぐらい。沢田きを売りに来る、うん、へぇー。沢田きー。へぇー。あ、どんだきーとか、幻ーとか言いながら、売ってるけど。ああ、いいですよね。うん、季節のなんか、今から灯油とかね。うん、はい、はいはい。売りに来るのもありますが。そうだね。なかったですね。さあ、はい、縁紙岬は一体、寮の濃い思い出とはどんなことだったんでしょうか。正解は、はい。大家さんがいたんですけど、うん、そこの大家さんが、めちゃくちゃ優しい人だった。で、で、いろいろお話をして、家賃を手渡しなんですよ。うん、で、月始めかな、月終わりかな、うん、になったら次の分ですって言って渡しに行くんですけど、その時に、あ、うち入りんさいって言って、うんうんうん、で、入ったら、うん、あ、大変でしょって言っていろんなお菓子をくれて、うん、で、ご持って帰りって言って、で、就活の時には、この就活の悩みとか聞いて、はいはいはい、頑張りんさいみたいな、うんうん、もう広島弁になってますけど。明らかにそうじゃなかったよね。ね、ええ、って言って、うん、デラ頑張りみたいな感じで言ってくれて、うん、励ましてくれたり、はい、その大家さんが、うん、バーベキューを開催してくれるんです、毎回、はい、うん。で、メールが回ってきて、はい、今年出られますかみたいな。で、大家さんが来るなら出ようかなって言って、はい。だからこそ、そこの思い出がたくさんできていった。なるほどだろう。っていうことなんです。で、で、大家さんが優しかった。まさかの寮の思い出。正解は大家さんが優しかったってことないよね。が答えです。もうクイズどころか世間話の、いや、あの寮入ってたんですけど、まあ大家さんがいい人だったんですけどってもう導入部で。いうことだよね、それね。いや、もう本当に素敵な方だったんですよ。ちょっと、だから、ここでお話ししたいなと思って、持ってきたんですけど。めちゃくちゃ素敵な方。70いくつ超えられてて、うん、で、すごい元気だったんですけど、うん、私がその寮出る頃には、やっぱりちょっと体を悪くされて、はい、息子さんと交代したりしながら、されてて、はい、今は、どうされてるのかなって思いながら。そうだね。はい。俺もその、楠木町住んでた時。はい。は、大家さん、すごいいい方で、ご夫婦でされてて、うん、はい、で奥様が上品な方で、もう玄関とかにいつも花とかを
季節の花とか飾ってくださってて、すごい清掃とかも綺麗にしてくださって、はい、で宅配とかの取り置きとかもちゃんとしてくださってて、うん、ちゃんと交流があんの。だからやっぱなんか人だよね。そうですね。その物がいいっていうこと、建物がいいとか綺麗とかじゃなくって、はい、そこに隣がどんな人かとかさ、大家さんがどうかとか、ああいうことで生活環境全部変わるよね。全部変わりますね。ただその大家さんは一個だけめちゃくちゃ厳しかったのは、はい、絶対に知らない車が止まってたら、うん、もうどこか突き止めて、うん、あんた今彼氏とおるやろとか、うんうんうん、あんた今彼女とおったやろとか乗り込んでくる。知るかバカって逃げて。なんかめっちゃ厳しかったんですよ。それだけが。男関係厳しかった。男関係女関係は厳しくって、みんな結構それで苦労してました。絶対に知らない車が止まってたら、うん、もう目を光らせて、うん、むちゃくちゃ見てるんで。あと防犯カメラも取り付けて、いついつに知らない車が止まってた、うん、あなたじゃないよねって、うん、そのお金渡しに行った時、駐車場にってこと、そう駐車場にそこのアパートというか寮の、はい、はい、はいはい、はい、止まってたら、うん、いついつに防犯カメラにこんな車が止めてたんだけど、うん、あなたじゃないよねみたいなことを聞かれるんですよ、うん、毎月、うん、それが辛かった。めっちゃ辛かったです。なるほどね。来客用みたいなとこに勝手に止めてんだ。はい、そうなんです。ということで正解は、はい、大家さんがいい人だった。おお、9人正解がいらっしゃったということですので、よく当てたね。逆にすごいね。そうですね。ありがとうございます。ということで、では9人の中から今日は1人の方に御前様様手ぬぐいをプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、広島カープ九里ですけども、はい、今シーズン終了後オフになって、アスリートの動作解析の専門家である、手塚和志氏の指導を受け、うん、効率的な体の使い方に取り組んでいるということですね、はい、新たなピッチングフォームの習得が狙いということですけど、うん、まあね、身長187センチ、はい、で96キロなので恵まれた体格、うん、なのでうまく使っていくともっともっといい球が投げられるんだろうなとかって思うし、はい、あとやっぱ野球って面白いなとかって思うけど、そのいいピッチャーが勝つピッチャーじゃないってことだよね。だから例えばその皆さんがリスナーの方々がやっているスポーツとかがあるじゃないですか、はい、たら勝った人が強いんだよね、うんうん、で強い人が勝つわけじゃないってことだよね。そうですね、うん、だそれ考えたら野球のピッチャーも、例えばじゃあ時速200キロ投げるピッチャーがいますってなった時に、はい、多分打てないと思うよ、うん、打てないと思うけど、今度キャッチャーが持たないじゃない。ああ、そうですよね。ね、たらちゃんとしたキャッチャーがいないから、ただ取れるっていう人になるじゃない、うん、そうするとじゃあ今度は組み立てをしなきゃいけないってなってくるでしょ。はい、たら組み立てもままならないってことになるじゃない、うん、球種の、はい、だバッターも最初は打てないかもしれないけど、どっかのタイミングでバントするとか、ただ当てるとか、みたいなことに切り替えてきて、うんうん、で、どんどん自分から崩れていくみたいになるわけですよ、結局は、はい。だから結局、自分を見つめるっていうことを、まず、基本として、スタートでやっていて、うん、それが出来上がった段階、今度は相手を見つめるってことだよね。チームプレーってことですよね。うん。だから、チームメイトってことと共に、うん、戦う相手ね、うんうんうん、どうやったら自分のことが嫌だと思われるのかってことよ、はい、だからあの例えば社会生活で言うと、仕事ができる人がいい人とは限らない、うんうん、じゃないじゃなくって、仕事はそんなでもないけどコミュニケーション能力が高いとか、いろんなそれぞれの持ち味があってさ、はい、じゃあ自分は仕事ができるってなった、じゃあ栗みたいになった、うんうん、だからもう大瀬良を抜いたとか、はい、だって抜いたわけで最多勝だったから、うん、ね、でエースになったってなった時に、はい、でも目の上の炭鉱みたいな先輩がいっぱいいますってなった時に、どういうふうにコミュニケーション取っていく、うん、なぜならば自分が気持ちよくマウンドに立つために、で自分が気持ちよくマウンドに立つってことはどういうことかっていうと、チームが勝利に近づくってことよね、はい、だからいろんなことが好循環できるように、まずは自分を整える、うん、で一刻も早く整えた後に、今度は味方や敵を見ていく、はい、何を自分がすべきかってことが大事であって、自分は何ができるってことじゃなくて、何ができる人が何をすべきかってこと、うん、ここが
社会に出てから大事よってことだと思うので、はい、今栗がようやくそこまで来たねって感じよ。あ、そっか、ずっと自分を見てたんだよ。はいはい、肘がどうとか、どう、なんか投げ方がどうとかって言ったのが、うん、ようやく、いや違う、タイミングを外すってことだって分かったのよ、うん、相手が嫌がるってことをやればいいんだって、はい、で分かった。でも今度は来年になるとまた丸裸にされるから、じゃあその前に自分をもう一回見つめ直そう、はい、でそこからチームの状況を見ていこう、相手を見ていこうっていう、うん、ところに来たから、ちょっとレベルがぐっと上がったんだよねと思うので、はい、うん、はい、皆さんも仕事ができるイコールできる人ではないよとか、強いから勝つか、勝つから強いのかみたいなことをちょっと1年終わるところなので、ぐるっと見渡してみてはいかがかしらと思ってお話をさせていただきました。午前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて、名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで、皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこの曲。広場で遊ぼて、いつも答えは同じ、つまんないな。ということで、川橋圭司さんの山口さんちのつとむくんですけども、はい、この歌詞が隠された部分は本当はアートでなんですけども、この部分に面白い歌詞を入れ込んで新しい楽曲に生まれ変わらせてくださいというのがこのコーナーですけども、うん、今日もバカバカしいネタの数々が届いていますので、早速いきましょう。はい、ラジオネーム小林。広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。すいません、里から母が来ているので。つまんないな。まあ、それ遊べないですよ。それ遊べないですね。何にも言えないですね。まあ、大事ですよね。しかもこの時期ですからね。ええー、うん、そうです、そうです。里からもう母が来てたら、はい、もうしょうがないです。年末の時期にね、うん。これをちょっと持ってください。母からのお土産です。はい、大人だな、こいつみたいな。クロッケ。広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。行くかもしれないし。行かないかもしれない。つまんないな。石破茂です。行くかもしれないし、行かないかもしれない。石破茂さん。行かないが 90% ぐらいな感じがして、でも行くかもしれない、かもしれない 10% ぐらいかな。クロッケ。広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。どうでしょう。つまんないな。これ流しました。すごい、やっぱなんかいろんな名言がありますね。使える名言というか、言葉を濁す名言。全部誰々風にお願いしますって書いてあるんだ。続きまして、ただいま昼寝中。広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。この案件ですけども、一旦持ち帰って検討させていただいてもよろしいですか。つまんないな。めんどくせえ。みんな言葉濁す言葉よく知ってますね。断り方というか、うまいよ、なんだろう、湯渡り上手なのかな。何でも会社ってやつがいるよね。うちの上司にもいるじゃん。これ会社が言ってんだよって言って、お前だろバカとかって。お前の上何人いんだよ、名前言ってみろバカ、会社って言うけどさとかって。あとなんか労働条件のことは国がっていうやつがいるよね。バカかお前って。しょうがない部分、政治家かお前って思う人いるよね。そうですね、もうこいつって言いました。ホットカレンのゆずちゃん。広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、い
つも答えは同じ。あのちょっと初日の出をね見るためにもう寝なきゃいけないからつまんないな。年越しは寝ちゃうんですね。寝ちゃう。あらどっちを取るか。もう絶対なんか除夜の鐘聞くよとかと思ってるけど、はい、で必ずねえねえ紅白って赤かった白かったって いやいいよどっちでもすごい浦島太郎状態そんな勝ち負けにはこだわってないよあと必ずさ、うん、あの年越しそばって年明ける前に食べるのかな年越してから食べるのかなはっていうやついるじゃん、はい、どっちでもいいよどっちなんだ。そばぐらい好きな時に食えよって。ええー、そうですね。これニュースゼロの桜井くんね。ああ、そうなんですか。ずっと嵐でコンサートしていたので、はい、僕年を家で越したことがないんですよ。うわあ、すごい生活だな。有働さん、年越しそばってどっちで食べるの知らねえよ。わかんないです。ネットで調べろ。年越す前に。ヤフー知恵袋に。ぜひそうしてください。ということで、はい、今週は。山口さんちのつとむくんで続きは11時台午前さまさま。さあラジオカーの登場ですけども今日は宮本ゆきですけども、はい、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。広島市安芸区船越南にありますロイヤルドライビングスクール広島に今日はお邪魔しております。はいはいはい、あの国道2号線沿いの黄金橋を渡ってると大きな看板が目に入るので、うん、ご存知の方も卒業された方も多いかと思います。はい、早速たくさんお話伺っていきます。ロイヤルドライビングスクール広島の木村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず私がいるのはここはフロントなんですよね。はい、そうですね。まるでホテルとかカフェに来たような気分ですね。ありがとうございます。はい、教習時間に、待ち時間切断あると思うんですけどそういった中でリラックスして過ごしていただきたいという思いから、カフェやフロントを思わせるようなデザインで、くつろいだ時間を過ごしていただけるような作りとなってます。はい、もうソファーとかテーブルのもう一つ一つ見てもすっすごくおしゃれだし、あと緑もたくさんあるのでリラックスできる空間になってますよね。はい、またこう窓から教習風景が見えているんですけれど車やバイクだけでなく大型の重機も教習しているんですね。はい、我々ロイヤルコーポレーションはですね総合ライセンスカンパニーとして、授業させていただいてまして、はい、自動車学校の方では普通車はもちろん、二輪、準中型、大型特殊など、いろいろな、運転技術を習得していただいております。はい、教習者の保有台数ですとか、教習員の、人数もですね県内でトップクラスになっているので、短い時間で免許を取りたいよっていう方とか、忙しいんだけど免許をなんとか取りたいという方の免許取得もお手伝いさせていただいております。はい、そしてこのコロナ禍で免許取得の需要に何か変化はありましたか。はい、今頃ですと、バイク、二輪の免許の、需要というのが高まっていますね。バイクですか。確かに最近通勤とか通学の手段としてバイクで移動されている方っていうのも多いですよね。はい、コロナウイルスが蔓延しておりますので、そういった時の、通勤の際の3密防止として、需要が高まると同時に、ツーリングとか障害学習として、今受講されていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。ところで木村さん今私の目の前にあるこちらドローンですよね。はい、ドローンの学校もされてるんですか。はい、そうなんです。最近ではですね趣味としてドローンを使うだけでなくて建築現場や農業さまざまな業種で、実際にドローンを使って仕事をしていきたいという、活躍の場面が広がっております。より身近な存在になっているんですよね。このドローンに免許ってあるんですか。はい、免許という形で、国家免許というのはなくて、国土交通省が認定した団体が発行する、資格という形になっています。はい、現在当校では、業界トップクラスの知名度と信頼を誇る、ジュイダの認定を受けており、今年で開校から4年目になります。はい、この3年間で延べ、200名以上の卒業生様を送り出しています。たくさんの、大手企業の方とか引き合いも多く、業務でたくさん利用したいという方のお声を伺うことが多いです。はい、安全な操縦でより幅広くドローンを活用していただきたいですね。はい、そして木村さん今回特別なキャンペーンがあるとお聞きしたんですが。はい、このラジオを聞いたと、申し込み時におっしゃっていただいた皆様に、特典をご用意させていただいております。詳細詳しくは、当校スタッフに、午前様様を聞いた
と、申し付けていただければご案内いたしますので、お気軽に、はい、お問い合わせください。わかりました、ありがとうございます。では最後になりますが、一言お願いします。はい、スタジオの淵上さん、次は大型バイクでお待ちしております。はい、淵上さん、もしバイクを取ったら後ろに乗せてください。はい、あ、わかりました。そう、取ったんです私ここで。ありがとうございます。だって淵上の最終学歴は、はい、ロイヤルドライビングスクールなんですよ。そうです、今後ろで聞こえてた あの音楽が多分授業始まる音楽かな。懐かしい、よく覚えていただいて。そうなんです、懐かしかったと思います。はい、ラジオ好きな方もいらっしゃって、午前様様めっちゃ聞いてくださってる先生もいて、めちゃくちゃ楽しかったです。いやいや、先生も今日はあのラジオを聞いてくださっているということでしたので、僕もロイヤルドライビングスクール通いたいな。ぜひぜひお待ちしております。ということで、この時間、はい、ロイヤルドライビングスクール広島から木村さんにお話を伺いました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、宮本、はい、ですけど、うん、宮本からね、一言メモ、はい、濃い薄い、うん、なんだけど、私の姉はベテランの栄養士なんです。はい。で、普段は食と真摯に向き合っている真面目な姉なんですけど、はい、当の本人は味が濃いものが好きらしく、ああ、そうなんです。いつも味の濃いものばかりを食べています。はい。私が栄養士のくせにと言うと、栄養士っていうのはね、自分の栄養は管理できんのよ。なんで？と言い切ります。へえーって時たま納得するときがある。いやいや、納得しない。できないです、全然。びっくり。大体そういうもんだよね。大体。そっか。うんうん。人のを見すぎてるから。あの、なんか、マナー講座の先生とか、うん、絶対家で足とか、コリコリコリとかしてる、ね。くっくすーとかって言ってる。そうですね。うん、人前に出るときちゃんとしてれば。全然違うって。いいんです。ラジオカーは宮本ゆきでした。おじゃまパジャマさんから、はい、昨日、夜の10時半ごろ、うん、峠を下っていたら何かいると思ったらイノシシでした。お、慌てて止まったらこっちを見て一瞬こっちに来そうでした、はいはいはい、がそのまま山に帰っていきました。あ、怖かったです。怖いことあるよね。怖いですね。俺もついこの間知り合いが、はい、コーヒーを飲むとずっと目が痛いんですけど、なんかあるんですかね。なんだ、何それ、スプーン取った方がいいよっていうのがニュースです。刺さってたの。午前さまさま、さあ時刻は11時を回りました。ラジオネーム山風ファイブさんから、おはようございます。今朝はキンキンに冷えました。洗濯物を干すだけでも指先が痛くなりました。やる気スイッチが入りません。私の年内の仕事はあと3日です。ほう、あー、この3日寒くて行きたくない。地域の花壇を見ながら頑張って行ってきます。はい、うん、あと3日か。あと3日です。ってことは水木金、もうクリスマスイブには終わるんだ、はい、あ、いいな、長いお正月休みですね。長いね。うらやましい。まあでも今年は、はい、行き来できるからね。そうなんですよ、うん、人と会えたりできるんで。できる。まあでも長く必要ですよね、はいはい、会う日程というか。そうだね、はい、あそこも行っとこう、うん、ここも行っとこう、そう、あの人にも会っとこう、うん、みたいなことをやっても、はい、みんなが咎めないからね。そうなんです、ね、私もいろんな人に会いたいなと思っていますねえ、うん、今また、はい、横山モーデにたくさんの方来てくださって、はい、お菓子ですとか、あとミュージックソンで飲んでくださいとかって、わあ、ユンケルのユンケル高いやつ元気出る、それは石橋さんの分もとか、うわあ、持ってきてくださって、優しい、ありがたいですね。あと何にかけてもこれ美味しいですよっていう、なんか辛い天かす、すごい、へー、マーラー天かすのがあって、はあ、何にかけてもこれをかけたらうまくなるんだって。美味しそう。ああ、なんかクリスマスのね、あのプレゼントみたいな包装の中に入って、 あとお菓子買ってきました。わで、あとは旦那が集めてたプロ野球のカード、すごい、長嶋茂雄とかあるよ。すごい、あと新庄とかあるよ。おー、これかなりレア物じゃないですか。いや、荷が重いな。確かに。すごい。いいものを渡されすぎて、荷が重い。え、めちゃくちゃ、すごいよ。え、しかも、清原がジャイアンツとかあるよ。うわ、あと、ガルベスとかいるよ。ほら。すごい。あと、尾形がまだ9、背番号9。金本もカープだよ。すごい。すごい。いや、返そう、これ。え、これすごい。
とお菓子も一緒に。わ、ありがとうございます。貴重なものを持ってきていただいて、はい、ありがたい ね、 ね、 そうですね。でもこうやってなんかいろんな優しいことをしていただくと心がふっくらするね、はい、そうですね、ツヤツヤになります。呼んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、この方です。ババさん、ふっくらするってどんな感じ。ちょっとなんかちょっと昼食が間違ってるよ。ごまかせんか。こんなちょっとこじつけもいい加減にしなさいよ。ごまかせんか。ふっくらするってどんな心持ち。まあいいですけどね、はい、ありがとうございます、はい、いつも商品につなげていただいてね、はい、そうなんです。今日は高級炊飯器ふっくら御膳のご紹介でございます、はい、あの利益還元祭の目玉商品ということでね、ご紹介続けてきたんですけど、はい、その利益還元祭もいよいよ来週の火曜日までなんですよ。ほう、もう残り1週間しかないんです。28まで。そうなんです。ほう、もうこの期間にね、炊飯器買い替えとかないと皆さんもったいないですよ。ほう、この炊飯器で炊いたらめちゃめちゃ美味しいご飯が炊けますからね。お、あ、炊ける理由、その秘密をご紹介していきますけれども、はい、実は日立さん、今回の炊飯器を作り上げるにあたって、あの、あるお店にですね、うん、教わりに行ったんですよ。ほうほうほう。どこかというと、京都にあります米料亭八代目義兵衛というお店なんですね、うんうんうん、ここは全国からお昼時になると美味しいご飯が食べたくって行列ができる料亭なんです。へー。普通はほら料亭っておかずがメインじゃないですか、うん、ここだけはご飯がメインなんですよ。へー、そうなんです。で、日立の技術者の方がですね、うん、全国の美味しいと言われるね、そんなお店をあちこち巡り歩いて、うん、この義兵衛のご飯を食べた時にあまりの美味しさに感動しちゃって、うん、そこの総料理長橋本さんにですね、はい、お願いですからぜひ作り方教えてくださいと、どうやったらこんな美味しいご飯炊けるんですかと、うんうんうん、でその秘密をいろいろ聞いたんです、はい、でその炊き方を忠実に再現して作ったのがこのふっくら御膳という炊飯器なんですよ。へー、そんな行列ができるようなご飯が美味しいところのものを炊飯器でやろうとしたんだ。そうそうそう、それなんです。へー。お店ではね、土鍋で炊いてるんですよ、うんうんうん、だから炊飯器では無理って言われてたんですよ。なるほど。ね、橋本さんも最初はね、あ、橋本さんじゃない、総料理長ね、うんうん、総料理長の橋本さんも、いや、この土鍋の技術を炊飯器じゃ無理よって言ってたんですけど、はい、最終的に出来上がったこの炊飯器、実はその総料理長橋本さんはご自宅で今使ってらっしゃいます。いい話。家で、いい話。自分家で食べるご飯はこのふっくら御膳で食べてるんですよ、うんうん、それぐらいプロが認めた炊飯器がこのふっくら御膳なんですよ、うん、だからこの炊飯器がご自宅に届いたら、皆さん行列のできる料亭のご飯が毎日食べられるっていうことなんです。はい、 いや、嬉しい。いい商品でしょこれ。すごいね。ほんとすごいんですよ。じゃあなぜ美味しく炊けるのか、ポイント2つありました。はい、橋本さん曰く火力と蒸らしっておっしゃるんですね。火力と蒸らし。火力と蒸らし、うんうん、だってご自宅のその電源って100ボルトってもう規格が決まってるんで、うんうん、もう限界があったわけなんですよ。なるほど。だってバーッと温めるとお米って100度でしか炊けませんでした、うんうん、でもその限界を突破するために今回なんと107度で炊いてます。ヒカキヨシ君、ヒカ限界突破グミッとゲッみたいなやつね。そうそう、もうヒカキヨシ君みたいな感じよね。そうそう、100度超えちゃうと。100度超えちゃった、はい、107度、ね、107度、はい、この7度がいい仕事するんですよ。硬いお米の一粒一粒にしっかり熱を伝えることで、うん、土鍋で炊いたみたいな粒立ちのいいご飯がパーンとふっくら炊き上がるわけなんですね、はいはい、これだけでもすごいのに、うん、蒸らしが大事、はい、実は義兵衛さんでは高温蒸らしっていう独自の技術を使ってます、うん、これをね、なかなか他のメーカーは再現できなかったんです、はい、日立さんはできました。圧力をかけたまんまスチームをブワーッと投入するんですよ、うん、これ難しい技術なんですけど、気圧の関係で今までできなかったんですけど、はい、それを業界で初めて実現してできるようにしました、うん、この高温蒸らしを実現したのが日立のふっくら御膳なんです、はあ、だからお米の一粒一粒に蒸らすことによって美味しさを閉じ込めてます、うん、だから口の中に含んでもしゃっと噛んだ瞬間に、はい、じゅわーっと旨味成分、甘味成分が溶け出してくるわけなんですよ、はい、噛めば噛むほど旨味甘味を感じるご飯に炊き上がるっていうことなんですね。だからお米のいいところが逃げないってことね。そういうことなんです、ね、ということは閉じ込めてますから冷めたご飯も美味しいんです。あ、なるほどね。お弁当のご飯とかも美味しいし、うん、もう極端な話、冷凍してね、またチンしたご飯まで美味しくなっちゃうんですよ、うんうん、へー、すごいんですよこの炊飯器。
すごい。だからね、この炊飯器だけでも本当はね、10万円ぐらいの値段つけたかったんですけど、はい、ジャパネットですからそんなわけにいきません、うん、お値段は税込みの54,800円。ほうほうほう。でも十分安く感じるじゃないですか。はい。義兵さんの味ですからね、うんうんうん。ところが今回の利益還元祭、残り1週間、うん、今なら下取り、26,000円の下取りを行っております。ほうほう。だから炊飯器古いもの出していただいたら、ここから26,000円引いてください。うん、はい。最終価格、28,800円なんですよ。それはすごいね。めっちゃ安いでしょ。だって54,800円の段階で安いんだよ、ね、うん。安いんですよ。うん。それが、うん。25,000円、26,000円の下取り、6,000円の下取り、だから28,800円、もう半額、半額近いでしょ、半額近いんだ、はい、しかも、うん、まだ続きがありまして、ほう、ここにですね、おかずも美味しくしてください、はい、なんと焦げ付きにくさで有名なあのダイヤモンドマルチパン、お、これだけでもショッピングしてますよ、12,000円で、うんうんうん、このフライパンを漏れなくつけて、ほう、そのままの28,800円なんですよ。すごいね、すごいでしょ、すごいね。炊飯器代がなんかめちゃくちゃお得になってますけど。炊飯器もう2万円切っちゃうんですよ。ね、めちゃ安くない？これすごいね。すごい。義兵のご飯が毎日食べられて、はい、28,800円、ほんと安いですよ皆さん。確かに。フライパンセットですからね。マルチパン付きね。マルチパン付き。はいはい。だからぜひ皆さん、このね、炊飯器、このタイミングで買い替えとかないともったいないわけなんですよ。もったいないね、本当に。もったいないですね、本当にそうですよ、うん。そうなんです。また次のキャンペーンで、この金額で出せって言われても、ちょっと無理ですからね。はいはい。利益還元祭だからこの金額で持ってこれましたので、うん、ぜひぜひ皆さん、残り1週間ですけど、もうね、後半になったらお届けが年越しちゃうんで、はい、今だったら年内お届け間に合いますから、うん、できるだけお早めに、0120-441-555番、0120-441-555番でお電話お待ちしております。ババちゃん、最後にこのふっくら御膳、何号炊きかだけちょっとして、これ 5.5 号炊きです。 5.5 号炊きね。5.5号しかありません今回、はい、はい。でも逆に言うと、うん、ふるさとからにみんな帰ってきたりとかした時に、うんうん、ちょうどこのぐらいのが美味しいのがあるといいよね、はいはいはい、いいよ、おばあちゃんおかわりってなりますからね、うん、なるよね。おばあちゃんちのご飯美味しいって言われたら嬉しいじゃないですか。本当そうだよね。料亭の味です。ぜひぜひ皆さん、美味しいお米で締めるっていうのを味わって堪能していただければと思います、はいはい、今日は日立の圧力スチーム IH 炊飯器ふっくら御膳 5.5 号炊きのご紹介ということで、ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田。御前様会議その2、今週は濃い薄いでお送りしています。はい。ラジオネーム無回転観覧車さんから、最近コーンスープにハマっています、うん、粉末をお湯に溶いて飲むタイプのスープなんですが、はい、大きめのマグカップに粉末を2袋入れて作るといつもより味が濃厚で量もたっぷりなコーンスープが楽しめます、はい、消費量は2倍になっちゃいますが、贅沢な気分と風味が味わえます、うん、1回飲み出すと癖になるよね。あー、そうなんですね。俺言ったかもしれないけど、はい、あの実家帰った時、この間、うん、その母キヨのさ、友達のさ、はい、近所のおばちゃんたちがさ、うん、いろんなもの持って帰れ持って帰れって言って、はいはいはい、あん中にコーンスープ100袋とかって、いらんねえし、こんなの多い、もうおばちゃんいらんがもう今月って、はいはいはい、だからなんかうちの母今日さ、うん、にゃ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 みたいな感じで過ごしてたの、うん、でもうおばちゃん本当にもういいよ、もうちょっとでいいよじゃあっつって、うん、いやもう持って帰んなさいよ、しかももうこれおばちゃんがもう毎日飲んじゃってよとかつって言われて、で結局なんか母親がおらおらって言うから、はい、100袋もらったのよ。おうん、だからなんか、いいとよ、あの時はもらっちゃかんと。だから、お母さんと姉ちゃんで分けるわとかつって。あ、そうかそうか、つって。確かに、でも、嬉しいですし、ね、100袋だったら、うん、2袋入れたら50食分になるじゃないですか。意外とまあまあ食べられるなってなっちゃいますよね。ちょっとでもさ、はい、いつもはコーヒーとか、うん、あと紅茶とか飲んでたりとかする人が、はい、たまにコーンスープとかさ、ポタージュスープとかを缶とかで飲んだりすると、ああ、なんか、潤うなと思うよね。そうなんですよね。うん、なんかほっこりするんですよ、ね。するよね。自分から手はあんまり出さないですけど、はいはいはい、人からもらったりしたときに、うん、めちゃくちゃ心にする。ああ、やっぱ、美味しいね。美味しいってなりますよね。もう、もう。いいですね、贅沢な飲み方。はい、あと、北枕のワニさんからは、はい、最近、
印鑑を押す機会がめっきり少なくなりましたが、薄くもなく、滲むほどに濃くもなく、ちょうどいい感じに押せると、なんとも言えない充実感や達成感を得られるんですよね。うん、俺まだなんか、脱印鑑みたいなのを実感してないな。はい、あ、本当ですか、ま、そっか、でも家に配達の方が来てくれた時は、もう全く使わなくなりましたね。うん、俺もう玄関先に置いてあるから、普通にホイって押して、はい。なんか未だに印鑑してるし、うん、だってほら、うちの会社さ、70周年でさ、はい、1人300枚名刺作ってくださいって言って、あれもなんか印鑑押せて書いてあったよ。そうですね。バカなのこの会社と思いながら。いやいや、そんなことない。A 選びますか、B 選びますかとか言って、この日までに出してくれ、もう A でも B でもいいから300枚して置いとけよって、なんで会社の文書に印鑑押さに行けんのやと思うよね。名刺作るのに印鑑がいるんだよ、うちの会社。だけど俺は、印鑑が好き。はい、おー、うん、そうですか。だから押したい。確かにでも印鑑といえば、やっぱりあの、卒業、高校とか中学校卒業するときに、大人の証として、もらったもらったから。卒業祝いでもらった。それを今もずっと使ってますね。うん。そう。いや、印鑑っていいって。はい。素敵。そうですね。うん、意外とだから印鑑のケースとかを、はい。いいのとか、うん、なんか、大切な人からもらったりすると、はい、嬉しいなって思います。俺、あの、年賀状は必ず、はい。あの、落款押すからさ。そうですね、うん。うん。だから、ああいうの好きよ。なんか、どんどん、どんどん、おい、どんどん、どんどん、おい、とか、ああいうのから。はい。うん。私も、最近実は、はい、と自分の、え？おーおーおー。自分の似顔。あ、くっそ下手なやつで。なんでそんなこと言うんですか。あれ、これは、淵上さんが、利き腕以外で描いてるんですか？いいえ。あの、利き腕で描いてます。くっそ、下手な絵。めちゃくちゃ上手な絵。あれを書いて、うん、ちょっとあの、業者に送って、はい、それを印鑑にしてもらったんですよ。はいはいはい。で、すごい自信。そうなんです。へー。すいません。で、うん、それを、ま、押してみたら、うん、本当に、あの、自分が書いた通りのものが出来上がってて。ナンシー関みたいな、なんか、消しゴムみたいになるわけでしょ？そう、そうです、そうです。消しゴム印鑑みたいな。そんな感じで、ほんとすごいなって思って、だから、これ使っていこうって思いました。すげえ、自分が描いたイラストを印鑑にしたんだ。印鑑にしちゃいました。でも俺も、その、有事の有っていう字だけのものだったりとか、うん、俺のイラストが印鑑になってるやつとか、はい、なんかいっぱいバージョンがある。そう、いただき物も含めて作ったものもあるし、はいはい、ああいうの好き。ですよね。筆書きで年賀状書くとか、うん、落款を押すとか、いわゆる印鑑手肉をこうやってとか、なんかああいう、ちょっとした昔の人たちの所作だったりとか、ああいう、なんかこう、大切にされてきたものとかを、なるべくなくさないでほしいなと思ったりする。運によって味がね、出るんですよね。ちょっと押すだけで。ね。すごくわかります。はい。あとはですね、タカブランカさんからは、うちのおでんの話です、はい。妻が作ってくれるのは、昆布と骨付きの鶏肉から出る出汁を使っていて、うん、おでんの素とか醤油を使っていない薄味なんです。はい、なので最初の頃はちょっと物足りなさを感じていましたが、うん、今はもう薄味になれました、はい。でもやっぱり物足りないのか、時々昔ながらのお好み焼き屋さんにあるような継ぎ足し継ぎ足しで真っ黒な出汁のおでんをつまみに、お酒を飲みに行きたいなって思っちゃいます。うん、あの食事はさ、はい、一口目で美味しいと思うものは絶対に辛いのね。ああ、で、完食する最後の一口が美味しかったってなるのはちょうどいい味なの。はい、だ絶対薄味にしなきゃいけないの。はあ。これは、俺が行ってた料理学校。はい。で、チャーハン作るとき習ったのね。一口目が美味しいって言ったら、もうむちゃくちゃ辛いよ、つって。そっか。うん、だって、一口目で美味しいってなったのって、大体、後から、うん、ああ、もういいかなってなりますもんね。うんうんうん、だからやっぱ薄味で、最後の最後の一口が、美味しかったーって思うのが、適量の味なんだよね、っていうのを聞いたから。そっか。それ考えたら、そのぐらいがいいんじゃないのと思うよ。うん、そうですね、うんうん。うん。濃いのも美味しいですね。俺はただこう言いながらも、カレーを食うときって、はい、カレーはちゃんとやるのね。はい。で、作り置きとかあるじゃない。うん。で、家に作ってあって、はい、で、このカレーをじゃあ食べましょうってなったら、必ず、うん、あの、なんかオムライスみたいに、あオムカレーにして、はい、で、ラッキョとかもちゃんと置いて、うんうん、で、自分の中で所作があって、はい、半分は普通に食べるの。なるほど。あと半分はソースをダーって。うわー
たダーってかけて、このね、安っぽい味がいい。酸味が効いてる、安っぽくなる味が。これがたまんないね。ああ、そうなんですね。私はカレーにマヨネーズを入れます。いやだで、こういうの言うと、いや、はい、あの、チョコレートが隠し味がいいですよ、とか、なんかもう、まあ、いいよ、もうそういうのじゃないんだよって。今、安っぽい話に行ってっからさ。そうですね。いや、でも、おでんで言ったら、うん、横山さんに一回、あの、名古屋のおでんって、あの、味噌がついてる。味噌のやつ。そう。あれがめちゃくちゃ美味しくて癖になる。ちょ、甘いやつでしょ。甘いやつです。で、なんか味が濃いやつ。はい。うんうんうん。あれが美味しかった。はい。なんか、おでんもさ、ちょっとおしゃれなとこ行くと、はい、トマトのおでんですとかさ、もうそんなんじゃなくていいんだよねってもう。あと、もういつも言うけど、必ずキャンプファイヤー行くと燻製にするやつ、はい、もう何でも燻製にするやつ。あるあるある。燻製バカ。気分もバカ。なんけどもダッチオーブンって必ず言うバカ。あとトマトのおでん。キャンプバカ。バカキャンプ。それはそれで楽しんでるんです。トマトのおでんはもうおでんじゃないですよね。ポトフみたいな感じになっちゃいます、ね。あとさ、なんか天ぷらとかでも、はい、アイスクリームの天ぷらとかもか、いわゆる変わり種みたいなのが売りのところじゃん、はい、普通でいいんだよと思うけど、たまに食べるカリフォルニアロールは美味しい。わかります。はい。ちょっと馬鹿してんだけど、もうなんだよもうカリフォルニアロールってさ、日本の寿司屋にはねえんだよそんなの。うん、美味しいけどって言いながらも、寿司飯とマヨネーズがよく合うんですよ。合うんだよね。そうなんだよ。レタス巻きうまいんだよ。そうなんですよね。あとはですね、原坊さんからは、はい、パン屋で食パンを買うときにスライスしてくれるお店では、そのお店で一番薄くできるところまでスライスしてもらいます、うん、お家で食べるときに食パンに具材を挟んで食べることが多いからです、うん、でも一番薄くすると失敗しやすいらしく、はい、店員さんにうまくいかないかもと言われるんですが、うん、お家でスライスするのがめんどくさいので、失敗してもいいからお願いしますと店員さんに過度のストレスをかけてしまっています。そうだね、むちゃくちゃストレスだね。嫌な客だね。気持ちはわかりますけどね。全然わかんない。ですか。俺ちなみに水パン好き、うん、俺が働いてた頃のセブンイレブン、34、5年前は、はい、食パンはバイトがスライスしてたからね。だから俺、パンのスライスずっとやってたよ。あ、そうだったんですか、うん、で、ちゃんとでっかいのができて、はい、で、それをバイトがダンって据えて、ガン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 、はい、6番切り、おいっつって入れて、ヒュッてやって、ほい、ガンガン、ガン、作ってたよ。それはお客さんの希望通りにすることは、うん、全然、全然。で、多分一番細いのが8枚切りぐらい。あー、そう、それぐらいが好き。サンドイッチ。はいはい。使うの。うん、だけど、サンドイッチも、ちょっと分厚い方が俺は好きなんだよね。あー、そうですか。うん。5枚切りとか6枚、まあ6枚切りじゃん普通、はいはい、5枚切りとかをふたゴワってやって、あ、なんかちょっとバンズ的なやつ。なるほど、ガブッといくタイプですね。そっか、私10枚切りで作っちゃいますね。だってさ、はい、なんかパンが薄いとちゃんとからしとか、はい、バターとかを塗らないと、はい、なんか野菜の水分を吸っちゃうじゃない、なんかで、ね、寝ちょってなっちゃうの、うんうんうん、それもあります。だできれば一回トーストして軽く焼いて、はい、でそれをあのクラブハウスサンドみたいにしたい。どっちも美味しいです。食べるな、すごいちゃんと食べたい。本当好みですよね。どっちも美味しいですね。あとは最後、はい、ガブリーヌ、はい、朝散歩から帰ってきた夫が、歩くたびにかかとがチクチクするというので見るとかかとにひびが入っていました。すぐにオロナインを薄く塗ります、はい、夕方お風呂上がり、今度はたっぷり濃くオロナインをつけ、かかとのマッサージをして靴下を履いて寝るように言いました、はい、この頃楽になったそうですが、まだまだこの濃くオロナインをつけかかとをマッサージし靴下を履くを続けていますよ、うん、つって。ストレスなんですよね、かかとカサカサなの。私も今年からなり始めました。言いましたよね。そうなんですよ。先週言われてましたよ、ちがみさんは。はい、言ってました。はい、尿素がいいと思います。私は、ね、それ先週もちがみさんおっしゃっていらっしゃいました。尿素のクリーム。これがね、はい、私は1週間ほどで治りました。はあ、はいはい、じゃあもう大丈夫なんです。今はツルツルです。あ、赤ちゃんの肌のように。本当、朝起きて1本目でバリッていきますように。ね、本当にやめて。今週は濃い薄いでお待ちしています。
さて、目の不自由な方へ音の出る信号機を、ということで24時間の特別番組、はい、RCC ラジオチャリティーミュージックソンがいよいよ今週の金曜日24日お昼からスタートということで、はい、メインパーソナリティですけど、私と石橋っていうね、そうです、ポンコツ2人ポンコツでもごめんなさい、ポンコツ1人それも失礼ですどっちも素敵な、はい、ありがとうございます、天才じゃないですか。もう分かってますけど、ちょっと謙遜させていただきたい。石橋はポンコツっていうことだけちょっと伝えさせていただこうと、両方とも、まあ、素敵なパーソナリティだと思いますで、はい、今日は各パートの出演者が決まったので皆さんにご紹介させていただきます。はい、そうなんです。まずは24日金曜日正午からのオープニングです。これは横山&石橋のメインパーソナリティに加え、なんと本田アナウンサーが出演します。 おじさん3人が、本田さん出るんだ。はい、オープニングいらないよなんでこんなキャスティングな俺今知った。あ、本当ですか。いらない、なんかさ、全部俺にぶっかけてぶっちゃうよ。いいじゃないですか、仲良くやってください3人で。誰がキャスティングしたか見えてるのが腹が立つって楽しみにしてますそして、お親父来んのかめんどくさい。いいじゃないですか、石橋が萎縮すんだって。あ、なるほどねまあどうなるか分かりませんが、はいはい、楽しみにしておいてください。そしてお昼2時から4時までのパートには伊藤彩アナウンサー、うん、そして私淵上、はい、そして小宅アナウンサー、はいはいはい、田口アナウンサーが出演します。なるほどなるほど、はい、それぞれ取材レポートを行います。この辺穏やかそうじゃないこの辺はいいじゃない、穏やかだから、さらにここに本名のおやじ出てるじゃんオープニングに入っていただきます。あ、そう、はい、午後4時からは去年大好評だったRCC そして KBC 九州朝日放送、うん、RNC 西日本放送の西日本放送の三極ネット企画があります、はい、これ好評じゃなかったですよ。いいよ、好評ですよ本当。西日本放送だってつまんなかったし。いいえ、沢田さんも言うほどじゃなかったの。沢田さん、パオよろしくお願いしますそして午後5時55分からは音楽パートです、はい、道森アナウンサー、田村アナウンサー、小宅アナウンサーの異色のコラボが実現します、うん、さらにスタジオライブもお楽しみいただきます。ここに本名の親父出てくる。ああ、ね、聞いてみたいですけどね、うん、それもそんな道森さんと本名の親父って聞きたいです。オープニング3人でやってくださいよ楽しみですからあとはそしてお待たせしました、はい、夜9時15分からですけど、毎年恒例の午前様様メンバーが登場。そうです。で、横山、川村、中根、淵上に加えて今日今回石橋まこ、 いらないよもう楽しみすぎる石橋さん結構悩まれてます。ここにも本田の親父が入るんじゃないの大丈夫なの毎年恒例のチャリティーオークションもやりますよと。そうなんです、いうことでここで、はい、新曲歌うはずなのよ。あ、そっか、そうなの。そのために今ずっと作ってんの。楽しみですね。クリスマスソング、人生初のクリスマスソング、うわ、どんな曲なんだろう、はい、はい、楽しみにしておいてください、はい、で、日付が変わって25日土曜日の朝7時からは土曜の朝の顔、週末ナチュラリスト担当の一文字弥太郎さん、うん、さらに岡かなさんに加え小田静江さんと唐沢アナウンサーが取材レポートを行います。一文字もなんかやれよここでやってくれるんじゃないですか。こんなんかいつもの時間で楽なとこじゃなくてさ、いやいや、早くからね、ありがとうございます一文字助けてくれよ一文字もここ正体を明かせ一文字。いや、それはダメです、それはダメです。名前言うぞばあちゃん、こら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 そして朝9時から10時の1時間は、はい、一文字さん、岡さん、メインパーソナリティ横山さん、石橋さんコンビがコラボレーションします、うん、どんなトークになるのかお楽しみに。あ、一文字さんと絡むんだ。絡みます。あ、ごめん一文字今スケジュール確認しないでくださいもいかがなものか。そして、10時からのパートでは伊藤平アナウンサーの取材レポートです。あ、つまんなそうどうでしょうかそして24時間走り続けた横山石橋コンビがフィナーレを飾ります、はい、詳しい出演者の情報は RCC ラジオのホームページをご覧ください、はい、24日正午からの RCC ラジオチャリティーミュージックソン、ぜひお聞きください。午前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。
リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて、名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今週は山口さんちのつとむくんの替え歌をみんなで考えましょうねと、はい、いうことですけども、うん、今日もバカバカしいネタがいっぱい届いていますので早速いきましょう。いラジオネームへさかのプリンセス。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。何どん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 されてるんですか。もう山口さんなら昨日引っ越されましたよ。つまんないな。何があったんだ。サスペンス劇場怖い。必ずどん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 っているんでしょ奥さんとかって。何やってるんですか、お隣はもういらっしゃいませんよみたいな。困った顔でね出てこられる感じね、うんうん、すごい面倒くさそう。そんな深刻な歌だった。清水来たおばちゃんとか出てくる。そうですね、うん、北枕のワニ。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。申し訳ありません、仇の人たちとは付き合うなっつってお辞儀に言われてるんで。つまんないな。怖い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 。つまんないなじゃないですよ。じゃあしょうがないか。いやちょっとちょっとなんか逃げたくなっちゃいますよね。そうかね、仇じゃない。そっか、仇と遊ばないんだって。仇じゃないんだ。なんでバカバカとかバンバン。怖い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 。危ない危ない。チョルチョル。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。あの3回目のワクチンを打ったら。つまんないな。そうなってくるかもしれないですね。どうなんでしょうかね。福山の舘ひろし。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。あの花粉症なんですけど、この薬を飲んでおけば鼻が。つまんないな。いや、つまんないなにはかかってるけど、ええ、前にはかかってないですよ。確かに。そんな拍手をするようなものじゃなかったです。いや、その薬欲しいな、でも。シモティーナ。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。って言いながら、私の体が目当てなんでしょ。つまんないな。子供の世界ではないですね、これは。大人の世界の話です。宮島マジか。広場で遊ばていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ。おい。まだやってんだろ？なあ。それ鬼がよく使う手じゃろ。バレバレで。まだ隠れんぼやっとんじゃろ。そういう呼び方すんなや。あぶねえな、ほんと。つまんないな。隠れんぼしてるときね。はい。絵本見せるからさ、とか。あ、はあ。昼間で遊ぼう。とかって。いやいや、まだやっとんじゃろ、隠れんぼ。なるほど。まだやっとんじゃろね。はい、ね。わかんなくなっちゃう。あるよね、ああいうのね。あります。とりあえずさ、休んでジュース飲もうや、みーっけとかって出てきたやられるんだよね。引っ掛けありますよね。すっげえ腹立つよね。わかります。ではでは、ということで、はい、今週は山口さんちのつとむくんでしたけれども。では、来週のお題を発表いたします。はい。来週は、ピンクレディの透明人間からこの部分です。ショック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 ということで、これ面白いね。そう、実は私はペケペケなんですって。はい、本当は透明人間なんです。はい、はい、が何が入るのか、ショックを受けるものを送ってきてください。よろしくお願いします。はい、締め切りは来週の番組スタートまで。皆さんからのネタお待ちしています。ではエンディングです。はい、今日は会議のテーマ濃い薄いから私淵上が問題を出しました。うん、大学時代に住んでいた愛知県のアパート、一体、どんな濃い思い出があるでしょうかというのが問題で、はい、正解が大家さんがいい人だった
というシンプルな答えでした。シンプルだね。ではプレゼント当選者の発表です、はい、午前様様手ぬぐいをラジオネーム麦ちゃんさん、そして気分に合わせて選べる4つの香りのお香、日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香、ルーミークリーン&リラックスをラジオネーム頼りない用心棒さんにプレゼントします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。ラジオネーム外面よしこさんから、はい、10時台か、家のことをやっている人への感謝を横山さんと淵上さんが言葉にしてくれて心がふっと軽くなりました。はいはい、はい、感謝してほしくてお弁当や食事を作っているわけではないけれど、体調が優れない時などはやはり家事が辛くなったりするんですよね、うん、でも私がやるのが当たり前になっているし、やるしかないと気合で乗り越えています。なのでありがたかったです。あーもうね、気分がもう田中くねえのね、やるなら今しかぜーみたいになるよね。そうですよね、もう本当にいつもありがとうございます、ね、はい、皆さんのおかげで今日も笑顔で過ごせますよ、うん、こんばんは、劇団ひとりがゲスト、爆笑問題カーボーイ、ありがとうございました。